っきりしてない、眠いちょっと。あ、寂しかった、おはよう。うん、そう、それは確認。うん、ちょっと現地で協力者現れました。空き時間、俺今岡山って言ってんのに運転以外ないやろ、うん、やろ、すごいやろ、ほんま。あ、やってないですよ、やってないですよ、うん、はい、パワーがそっけ、ちょ、なんか合わへんな、自撮りボイチ。ちょっと待ってや、これやと俺が映らへんな、パキってる言われてるわ。とりあえずご飯食べさせて、腹減った。え、誰にストーカーされてるの？そんな遊びは。セブンイレブンの揚げ鶏です。あ、おかはん、もうさ、たくらかのじゃん、あいよつま空地の釜飯検証。あーあーあー、ブロックハウスの多分な。落ちたこ落ちたこ今も岡山まで来たよ、これ。え、夢もしかして頑張ってる俺に恋し始めた、うん、いよいよあれか、スキピと別れたか。あー、お疲れ様です。おっと、名古屋恋フラグかこれ。おい、終わったら行くか、すぐおにぎりで、うん、あ、落ちたこ落ちたこ落ちたこ、おはよう。え、ナスビ呼び出し、うん、ただのわかめおにぎり。あ、おはよう。今日さばいたな。ほんまはな、松屋でご飯食べようと思ってんけどな、松屋で食ってたら配信できひんやろ。はい、オープニング終わりです。え、寝てないよ、そのまま来た。今日もう朝からそのまま動くからな、朝からそのまま動くからな、もう可能やったら犬引き取りたいっていう人現れてるから、うん、はい、パンをあざす、オッケー、匿名さんいいよ、角の人あざす。いや、まだ厳密に言うとついてないねんけど、もう1時間かからんとこおるから、うん、ん、あ、パンを出して OK、 いいよ、匿名さん、うん、どんどん食えちゃう、わー、いいよ、パン OK、 あ、ありがとうございます、しんちゃんから。はい、パンを出して OK、 いいよ、うまい、ええー、で、ええー、で、あ、じゃあじゃあ、ほか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 、もう犬が心配でしゃあないっつって、うん、あ、合ってる。いたっていうか、今、おんのん、ここ。うん。ん？声かける？おんの？声かける？俺に。うん。そこや、俺、おんの、今。まあ、別に隠してるつもりないか、あれやけど。今、いてんの、多分そこやわ。白鳥や。うん。あ、おはよう、パオン、ゴシゴシゴシ、オッケー。あ、もう出してもうたんか、いい。お、白鳥におるわ、俺。うん。うん。多分今日複数名登場するわ、うん、協力者。うん。協力者 A、B、C ぐらいまで行くかも。うん。今日、ナスビを上野警察、豚犬を大崎警察、被害届出しに行く。何の被害届や？その辺はよくわからん。
おはよう。あ、メガホンも7個パン。オッケー、いいよ。ありがとう。とくめさん、いいよ。うん。英語。ちょっと待ってな。ご飯食うまで待ってな。何も食ってなかったから腹減った。永久にオープニングデーか。うん、でもその人さ、豚なんとかさんさ、あ、おはよう、パンを10個、少し少し、OK、いいよ、10個。でかい。あれさ、うん、愛犬家やん、一応。ちゃうの？犬をほったらかしにして、我が遊びほうけてる、そいつに何も言わんのか。思っててんけど、なんでなん、なんで何も言わんの。犬好きちゃうの。人の犬はええんか別に。はい、5倍、お菓子あらっとっけ、ゴシゴシ、オッケー。うん、保護活動とかしてんねんやったらさ、うん、言わんの。いやいや、でもエテラン欲しいだけやったらちゃう人つこうたらええやん。バカ矛盾してるやん、やってることは、うん、ちゃんと言えばいいのにな、配信会とかで。おはよう。あ、ほんまに？え、電気止まってる家に、電気完全に止まってる家に犬をほったらかしで置いとくのはええんか、業界的には。ええんか。でも今やそれめくれてるやん、めくれてるじゃん。じゃあその何、豚なんとかさんがさ、あれしたらええんじゃん、言ったらええんじゃない。言わへんの。あ、おはよう、おはよう。その豚なんとかさんがその犬引き取ったったらええんじゃん、あんの。じゃあ閲覧もなんぼもないやん。閲覧もなんぼもないやん別に。ないじゃん別に。それやったら何、ちゃんと言ったらええやん。なるほど、その方が湧くぞ。セブンイレブンで買ったやつです。ザーサイとキュウリと鶏のあれです。いや、ほんまこの界隈口だけのやつ多いよな、まあ、ポージングだけのやつ多いな。マジでやりやすいわ、まあ、ポージングだけの人多いから。逆に、うん、やりやすいわ。知ってる知ってる、俺リアルタイムの時見てたもん。これこれさんに詰められてた人やろ、飼育環境が悪すぎるってちゃうかった、プチ炎上してた人ちゃうか。はい、無理やったな。
便りに。ユンパン、オッケー、10倍、いいよ。あー、米落ちた。リンリン、ありがとう。いいよ、リンリン、10倍。あ、おはよう、村井君。おはよう。え、でも山奥とかやったら飼育環境ええやん、自然あるし。え、今もゴールまで80キロの位置。ございます。完食。まあ1時間ぐらいだったら着くな。あ、もう岡山県には入ったやろこれちゃうの、うん、え、寝てないよ。あ、寝てないっていうか、まあそれは寝てないわな。さっき配信終わってからずっと運転しててんから寝、ね、てないよ。いや、まだそこまで来てない。ゴールまで80キロ、あとゴールまで80キロ。もう通勤ラッシュ走りたくないからさ、下道、うん、まあ、ちょ時間調整して現地入り、うん。昨日何時からやったっけ？昨日そんな、あれちゃう、夜の12時とかちゃうか。日焼け止めもうバッチ塗ってる。連れて帰るのは無理やけど、連れて帰ってくれそうな人は登場する。あ、戦ったって思ってんね。肌弱い。どうも男前です。なんかあの協力者 A と B が多分な10時回らな登場できひんから現地に、うん、まあ多分ちょうどいいと思う。ここでうだうだ温めてから、うん、GO。 もう少し声小さかったら寝落ちする人もおんのに。いや、寝落ちなんかさせへんよ。ここ無料で視聴する人多いから、うん、あまりにも無料視聴増えてきだしたら本鳴らしまくって寝てるやつの耳ぶっ壊すからな、うん、すごく残念やろ。竹内生きてたよ、うん、あいつでもあれやろ、昨日送ってからさ、何やったっけ、あのチョコの BGM じゃない、 あれらしい、反対方向の電車だったらしい。あ、気持ちいいよ、うん、パオン、ありがとう。いいよ、気持ちいい。さっき相沢の枠で見たけどな。え、もうあれやろ、入ってんで、そういう保護団体みたいなとこ、うん、ああ、いればありがとう。よう見てるやろ、俺よう見てるやろ。それ牧内ちゃん反対側乗ったらしい、アホやから。撮ってない撮ってない、絶対撮ってない、うん、は、頑張ります、3つパオン、あたす、オッケー、うん。マキ、あ、ソラナプロなんで、プロ、コーヒー飲みたいな。あ、山田はありがとうございます。はい、パオン、あがそって、はい、頑張ります、パオン、 A の人ありがとう。それもあの大家と直接会う予定やから、うん、1日目に、あ、ありがとう、こうちゃん、パワーがそっけ、うん、もう全員風営法の家付近集合じゃ、全員集合じゃ、うん、
全集合や。はい、20個ありがとう、こちゃん。パワーザ、そっけいよ。あ、おはよう、ひとみちゃん。ひとみちゃん、こう、瞳を閉じて5000のアイテム間違えて購入して匿名で投げへんかな。瞳だけに。あ、ちょ、5000のアイテムもらったらあかんのか。あ、おはよう。おはよう。投げへんか、そうか。仕事じゃなかったら行くんだけどな。そうか、仕事休め。パオ。岡山の人、不在の間に勝手に、え、誰か家入った人おんの、不在で。すげえな。はい、ひとみちゃん、いいね3つありがとう。はい、まよまよもおはよう。はい、無料アイテムありがとうございます。しゃあ、行くぜ。ちょっとコーヒー買いに行きたいけど、コンビニしか自販機ないねんな。うん、行ってきていい？コーヒー忘れてた。お、KP3 つありがとう。うん、いいよ。コーヒー買ってきていいかな、忘れてた。またぬ、ね、あ、予定あるから行かれへん。うん、一泊はするからね。はい、パンは出す、 OK。 2日間の予定やからね。うん、かけしまってんの。そやろ、なかなかのイケメンやろ俺、よく言われる。いや、それ外かららしいね。うん、はい、こうちゃんありがとう。パンは出す、 OK。 いいよ、外からっつってたけど。はい、ブルーアイテムあざす。よし。あー、盗まれたとか言うな、アホやから。あー、せやな。触れられへんか、あれやな。え、それを警察が家の中に入ったって、ナスにハト飛んで焦ってた。あ、ゆきちゃんバーガーありがとう、いいよ。まだ女の子顔やな。せやな、こうちゃん周り10周しただけやろ。もう一人なんて家付近を動画撮影してきてくれてるからな。あと、うん、で、電気のメーター止まってんのも確認取ってきてくれる、来てくれてる、あの動画付きで。はい、10倍パワー出す、 OK。 あ、うちの家、ナスの家か、近い。マジで？嘘？会いに来る？土地に。いや、ちゃうで、これ1ヶ月借りてるから。山田1日に理想。いや、ちゃうちゃう、ごめん、理想狙ってなかったから、別に。うん。たまたまやで。うん。うん。たまたまやで。別に全然狙ってないで。そんな放送ぶ回してないし、言うたら。うん。言うて12時間ぐらいしかやってなかったからな。12時間ぐらいしかやってなかったからな。うん、岡山おるよ、もう。岡山県には入った。ただあれやん、下を降りてからさ、あの通勤ラッシュあるやん、岡山とか、あの田舎系は。あれ回避して移動したいから、うん、ちょっとここで時間調整。はい、こうちゃんパワー出す、 OK。 いいよ、近いんや。え、でももうあいつ岡山帰らへんねんやろ、二度と。ちゃうの、うん、いやいや、田舎系舐めたらあかんて、うん、ほんまに。車社会やから、朝の通勤ラッシュエグいよ、ほんま。そっからそこ行くのに30分とかかかるから。あれがだるい。うん。てか、そこだけ避けていろいろね。うん。はい、おはよう。パンを渡す、OK。いいよ、特命さん。うまい。ルーの人もいいよ。うん。夜逃げやろ、ちゃうの？もう家賃払わんから。いや、すまん。俺、あれや。腹血やから、母知らん。顔知らん。どっちに行ってんねやろな。え、どこまで行くんすか。岡山です。うん、岡山の風営法の家主の家行きます。うん、まあ厳密に言うと協力者にコンタクト取ってもらうと思うけど、多分。うん、どうなんの。いや、知らん、裁判されんちゃう、またそれも。ていうか、その前の家も裁判されてんねやろ、今家賃払ってへんから。簡易裁判所からの出廷命令来てるんでしょ。はい、期待してる。はい、ありがとう。パワー出す、ゴシゴシ、OK。 いいよ、期待はせんとって。おう、やることはやるけど結果はわからん。うん、入院した人が配信する。いや、だからそうやってあれちゃう、踏み倒してきた人生やからちゃうの。だって三井のリパークだってまだ1円も払ってへんねやろ、そいつ。ちゃうちゃうか、お前、リパークも銭払ってへんやろ。飛んだままやろ。
あと金つまんでる人全員に1円も返してない終点、うん、で挙句犬はほったらかしか、おい犬はほったらかしか。おはようございます、ファンタスティックベーベー、おい王の人パオー、あなたがアラブで席を掘り合ったら総会社役員名簿で僕の名前の支持者株 51% 褒めさせてよ、金持ちタスティックベーベー、オッケー、 おはようおはようハンター、おはハンター、すごいな、挨拶でファンタ投げる人の金銭感覚どうかしてるぜほんま。ああ南越谷のカラオケでバンバンで監視してる無言で、いやお前もう逃げられへんぞ俺から、うん、言っといたるわ、うん、お前適当にのらりくらり嘘ばっかりかましてよ、お前適当に生きてるけどよ、うん、お前無理やで、うん、言っとくけど、うん、お前しばらくあれやろ、俺がいじくらへんくなったから油断してたやろな、うん、俺がいじくらへんかった理由ちゃんとあるからな。もういろいろ無理やぞ、うん、お前まず犬誰かに預けてるって言ってたけどバリバリ家おるやんけ、うん、バリバリ家おるやんけ、うんうん、どういうことお前で電気止まってる家にそのまま放置って、うん、ええんかお前、うん、それ、うん、ええんか、うん、お前電気ぐらい動かしたれよ、うん、知らんけど、はい、豚、パオ、あがす、オッケー。あと、お前、側近のトゥヨポンとちょっと割れたらしいな、トゥヨポンと。うん、で、お前、なんか、あれやろ、また、生活保護受けてるらしいな、ほんまかどうか知らんけど。うん、お前、また受けてるらしい。俺、役所にチクリに行くからな。うん、お前、また、役所にチクリに行くからね、言うたら。うん、お前、後で返還請求食らうで、多分。俺ちゃんとチクんもん全部。忙しいね、お前ができることはせいぜいもし俺が自宅付近うろうろしてたら警察呼んで俺の放送を邪魔することだけや、お前ができんのは。今日神会ではないやろ別に、負け打ちとおる方が数字取れると思う。はい、ありがとう。パオ、アザス、オッケー、いいよ。R の人、アザス、オッケー。別に神会にはならんと思う、多分。岡山、取れ高ないねん。あ、またね、アマネちゃん。いや、本人がさ、もう、引き取ってくれって言ったらええんちゃん、もう。わざわざこっちまで出張ってるしさ、引き取りたいっていう人まで現れてんねんからさ、うん、もうお前出張ったらええんちゃうの。あ、おはよう言ったらええんちゃうもん、放送で。犬世話できひんから誰かお願いしますって言え言え、放送で言え、うん、言わんか言え。いやー、それ追い出そう思ったら裁判所の令状いるからな、うん、強制執行、うん、いつから家賃払ってへんのか知らんけど、うん、まあ残念なことで俺が愛犬家じゃないからな。じゃあもうええやん、もう言えや、不衛法なんかもう引き取ってくれって、うん、引き取ってって言い。なす、なすよ、お前引き取ってって言いも、うん、もうその方がええて絶対お前よ。あれやろ、もう水とかさ餌大量にぶちかまして出てきてるか知らんけど、お前もう1週間やで、お前入れた水も腐っとんぞ、うん、こっちで押さえてんのは1個だけ、つよぽんの口座だけ、うん、もう何から何まで押さえてるの、それだけ。つよぽんの口座はこっちでももう押さえてる。
もうタダで引き取ってもらったら、タダで、うん、そうや、それかさ、横にいてる愛犬家おんねんからさ、引き取ってくれって言えばええやん。そしたら俺運んだるから、その犬、うん、なんかレンタカーで犬運ぼう思ったら、なんか それ用のやついるらしいけど、運んだるから俺が、餌ないかな。あ、おはよう、お疲れ様、みなちゃん、パオ、コシコシコシ、オッケー、うん、いいよ、ここ、うん、おはよう。もう放送で言ったらいいやん、あの、誰か引き取ってっても、うん、お前もう世話できひんねんから、かわいいやろ、俺今日。もう他にもいっぱいおるて、引き取ってあげるって言ってる人。その風営法は何か言ってんの、その犬に関して。誰か出入りして世話してる人おるとか言うてる、言わんのそれ、うん、ああいや分からん、ええさま、もう1週間やろそいつ。言っててめくれたからスルーしてる。でも警察官が、嘘つくなって。警察官がさ、家確認しに行って、うん、警察官が確認しに行ってるんですよ、家。預けてへんやろ、もうそれめくれてるから。その知り合いをさ、ああ、つよぽにもコンタクト取るで、俺多分。そうそう、大家さんと警察が一緒に家行って確認してんねんで、確か。中に入ったかどうかは知らんけど。いや、それ無理やって、さすがに、うん、それは無理や。そんな山田会の人が嘘つくわけないやん、岡山まで行ってんのにわざわざ、うん、やし、俺がこれから確認しに行くねんで、家おるかどうか、うん、コタちゃんって俺叫ぶで、うん、お前ちの外から。一回でも吠えたらお前確定やぞ。しょうもない嘘つくなよ。あ、分かった、ありがとう、ありがとう、マッスン、ありがとう。もうそこ止めるわ、絶対今日一回は絶対そこ止めるわ。ちょ、別に警察だったら俺ちゃんと事情説明するもん。もうこうこうこうでネット界隈でもうすごい騒がれててみたいな。で、やっぱ動物といえど命やしみたいな。安否を外からでも確認できんねやったらっていう思いで来ましたって言えば、もうそれで引き取ってくれるから。あの、騒がないんで、つって。うん、ああ、ええよ、張り込んでてもいいよ、別に。俺、もう別に、その時はもう放送切ってさ、もう普通に免許証出してこうこうこうでまた全部やり取りしてからまた再開するだけやし。ええぞ、お前。警察でも何でもお前呼べや。しかも俺最悪別にヤバだったらツイキャスか TikTok つけるし。はい、無料アイテムあります。しかもそいつ本人はあれやろ、岡山に帰らんって言ってんねやろ。帰らん言うてんねやろ。でもあれやろ、保健所と何愛護団体と警察今連携取ってるらしいわ。おレベリーさんありがとう、取ってるらしいから、うん、いやいや岡山はいい人多いよ、うん、いい人多いよ。ちゃうその人が問題なだけや、うん、はい、レベリーさん、パオーン、オッケー、なんとか花火、美しい、ほっとね。
いつか一緒にレベリーさんと株主総会に行けたらいいなと思ってる。本当ありがとう。ああ、せやで。やのに、つよぽんの知り合いが見てるわけないやん、どう考えても。うん。その時点で矛盾してるからな。あの家、借家で、なんか2軒隣の家が大家さんやろって言ってた。まあ、もう今日そこまで行くけどな。うん。そこも行くけどな。まあせいぜい東京で遊んどけや。どうも江戸川コナンです。違うか。あ、おはよう。いやまあなんかちゃんと何世話してる人おるとかやったらさ、家でなあれやけど、ただ電気止まってるわ。まあまあえぐいやろ言うたら、暗闇に締め切った部屋に放置とかやろ、犬言うて、状況で言うと、うん、まだ一言も喋ってないの。警察から犬のことで電話あったから、つよぽんさんの連絡先教えた。でも警察に確認したら犬の確認もできなかったという矛盾。どういうこと、どういうこと。つよぽんって人が、今度その人じゃないって言ってて、最初その人じゃない言うてたよ、割れた言うてたよ。はい、パオン、張り込みか、張り込みか、これ。あざす、オッケー、こうちゃん。いいよ。張り込みか。うん。で、まあ、まあ、じゃあブレーカー落としてきてるんだったとしたら、で、電気は止まってる状態や。人が出入りしてる感じはなかった。ああなあ、せやな、僕は汚い家やったよな、あれな。あんなもんお前、人の生活空間ちゃうぞ。ああはい、無料アイテムありがとうございます。 IH と鍋持っていく意味わからんけどな。あ、ガスも止まってるん。まあせやな、まあ、どこの電力会社と契約してるかにもよるけどな、電力自由化になっちゃったから。電気メーター家の中じゃなかったで、もうリスナーさんが行って動画撮影してきてくれてたから、うん、電気メーター家の中って言ってた31号その人が。ちな、じゃあ写しに行くで。電気メーター外についてたらそれほんじゃお前んちちゃうねんな。写しに行くで。うんうん。ちなみにやけど、電気のメーター家についてるとこなんかあんの？知らんけど、あんの？敷地内やから、うん、大丈夫、あの、不法侵入はしないんで、はい。ブレーカーは家にあるやろうけど、メーター家はちょっとやばいやろ。そんなわけないやろ。DM 見たんかな？ごめん、わからん、見てた？俺。あ、無料アイテムありがとうございます。コーヒー、とりあえずコーヒー買ってくるか。まだ時間あるし。いちごありがとう。ああまあ、行ってみたらわかるよな。ああ行ってみたらわかるわ。しかも、一人で行かんからな。複数人で行くからな。お互いがお互いの承認や。法に触れてないかどうかな。一人で行かんからな。帝戸戸町です。うん、帝戸戸町です。はい、那須小森屋は。はい、無料でもあれです。なぶっ飛んでるやろ。はい、無料でもありがとうございます。まあ、赤番だけは気ぃつけていこうや。赤番だけは。いや、昨日はもうさすがに薪に手一杯やったな。薪で手一杯やったわ。もう薪が、あ、村井でもありがとうございます。
あ、ごめん、イチゴに気付いてなかった、サメイパオ、ありがとう。うん、はい、無料でもありがとうございます。おはよう、おはよう。はい、さあ、おはよう。え、ナスビ番ちゃうやろ、ならんやろ、まだまだなんなよ。マキめっちゃだだっこやったな。あ、マキウチな、新しい芸覚えたからな。店内しこり芸っていう芸を生み出したから、基本電気メーターはだって確認しに来るから外やろ。はい、おはよう、ブレイトもありがとうございます。うさちゃん、おはよう。あ、ポスト見て拭いた。うん、やろう、おらー。あ、そうそう、マキややこしいよな、引きこもりもマキやったし、まゆちゃんもマキやし、マキウチもマキやし、ややこしいわ。あ、おはよう、パオン2個ゴシゴシ、オッケー、いいよ。A の人ありがとう、よ。じゃあ、マキ俺に会ったらテンション上がりきるからな。トマト、おはよう。え、そいつ枠やってるん今。そいつ枠やってんの、見よう。そいつ枠やってるん、オナスさんはやってる、やってないや、やってないじゃん、やってないやん、やってないじゃん。あ、時間で終わった、寝てて終わった。あ、延長切れた、どうせまた起きてくるよな。無言配信さっき終わったり、うまいな、やってないわ。あー、ナビ消してもうた、ナビ消してもうた。あー、いけたいけた、出せるわすぐ。あー、こんなとこなんや。おー、周辺のあれやんな、この時間弁当作るわけじゃねえ。ああ、そう。犬がどうなろうと知らん。ナスは発言して夜逃げした犯罪。え、犬どうなろうが知らんって言ってたん？ああ、どうなろうが知らんって言ってたん？ほんまかそれ。お、ほんまか？ほんまにそんな言ってたんか。次から次から言うてることむちゃくちゃやからな。あ、5個有料ごめん、見逃してた。うわ、おはよう、新しい人、パオアザス、ゴシゴシゴシ、ごめん、新しい人。ごめん、ごめん。えぐいな、えぐいな。ちょっとコーヒー買ってきていい？コーヒー買ってきていいですか？うわ、寒い、寒い、岡山寒い。ちょっとコーヒー買ってくるわ、寒い。ちょっとコーヒー買ってきます。寒い、寒い、寒い、寒い。うわ、寒い、やば、
こんな寒い、やばいな、これ田舎価格やな。田舎価格ってなんや。ごめんなさい。あー、すいません、どうした、すまんすまんすまん、どうした、なんか荒れてる、大丈夫、いける。うわー寒い、ちょっと窓開けたった、寒すぎて。おお、えぐ、外めっちゃ寒いで。おお、昨日とは打って変わってやな。今日昼は暖かいんかな。あ、おはよう。あ、どうも、空気の入れ替えとオープンカーです。まあ、コーヒーって言ってるけど、モンスター入れていこうぜ。荒れてない、よかった。うわあ、こうちゃんありがとう。ハイレベリーパオーク。ほんとね、いつかふわっちの株主総会で花火あげようね。オッケー、なんとか花火。何花火やったっけこれ。絶景、オッケー。あ、そう、最速レビューです。本日発売、ゼロカロリーモンスター。お、サメリンの手柄ないです、オッケー。よ、ゼロカロリー。山田さんは中村さんどう思います？いや別に何も、うん、配信者って感じ、うん、いやもう味とか飲んでないな。高麗人参とか入ってるから飲んでるな。いや大丈夫、いける。これで目の下のクマも取れるから、マジぶっ飛ぶから。顔焼けてないやろ、めっちゃ日焼け止め塗ってんで。いやこれ終わったら休むよ、もう。俺終わって大阪帰ったら休むよ。なんかゆめちゃんが名古屋来てほしそうにしてたけど。週末は大阪おろ。うん、土日は、うん、実は姉動いて外出て寝てないで、風邪ひかないの飲んでる。いや結構引いてんで、うん、俺。で、お肌悪くなるから。あと直射日光アレルギーやから、日焼けしたくないから。ふう、いや体弱くはないけど、やっぱどこかしらのタイミングでこうバタンってくるよな。あー、頑張ります。探偵業パワーワザ速攻、特命さん3ついいよ、頑張ります。グーの人いいよ、グーの人。もう風邪ひくよね。あー、なんか誘われたで俺、それ。なんかこうちゃんから LINE 来てて誘われた。あ、まだ何も返事してないけど、うん、でももう花見しちゃったからな俺、うん、はい、ブルーアイテムありがとうございます。どうぞください、ブルーアイテム。うん、当たりすぎたなる。あ、当たりすぎたな。もうちょっとしたら出発するか。もうちょっとしたらな、うん、いや大家が横か2軒隣か分からへんねんけど、うん、まあ聞きに行ってくれるって言ってるから、うん、はい、カボスさん出す、聞きに行ってくれるって言ってるから、あの協力者 A と B が。おお、コンテンツ飛び越えてまで鳩来た。コンテンツ飛び越えてまで鳩来たぞらしい。なんか投票 してって、うん、いやまだ早い、まだ早い。だからもうちょい時間を調整する。相沢浩紀事務所を借りたの嘘に決まってるやん。うん、嘘に決まってるやん。はい、無理だと思われてます。サメリンから山田ちゃんに、はい、ありがとう。パオ、いいよ、サメリン。ええよ、サメリン。ええぞ。それ続けていこう。なんで岡山へ行くことになったん？え、なんでやったっけ？犬やばいっていうのと、あと何？家賃が滞納やとか、あと、
何生活保護を不正に受給してるんじゃないかとかなんかいろいろらしい。いや今日朝シフトやから、うん、朝シフトやから、うん、12時の TikTok 終わるまでは寝られへん。あお疲れ様です。あ事務所に入ったん、あの TikTok かなんか。え電気もガスも止まっているよ。俺入って確認したってどういうこと？入ったってどういうこと？敷地内に入ったってこと？やばい、もう観光名所になってるやん。三井のリパークみたいに。おばあちゃんって言ってたで、こうちゃん。おばあちゃん。おばあちゃんとその息子って言ってた。うん。おばあちゃんとその息子って言ってたで。山田が盗んでたしなかった。そんなのあるわけないやん。ゼロワンが俺の放送に口出さん。あ、ほらそうかも。おばあちゃんって言ってた。ボケてなかったその人。大丈夫やった？うん。いや、犬の生存確認は取れた。うん、家におったやろ。らしい。山田だからそう、ワンライブ、うん、どうも、ワンライブ大阪支部統括の山田です。それも一回社長にも連絡してみる。向こうついてからな、一回聞いてみるわ。東京住んでほしい、家賃全部出してほしい。あ、給料はもらえません。給料はもらわれへんけど、小ボーナスは出ます。うん。ゼロワンがアイテムくれるから。え、うん、小型犬やの。プードルやった。何やった？セーブダコタ。うん。セーブダコタ。みたいな。あ、トイプードル。いや、知らん、ナンパされてんのか。それは俺も知らん。ピンハネはされてないと思うけど。はい、ムルライトマザス。あ、おはよう、ムルライトマザス。おはよう。うわバーあなたがアラブで石油掘りだったら、損壊者役名簿で僕の名前の数字が僕 10% 投与させるよ、金持ち町の5倍お金持ち、ありがとう、匿名さん、吸いたい、マジで、もっと吸いたい。あざっす。はい、気ぃつけていきめーす。もっと吸いたい。うん。吸いたい、ありがとう、ほんと、タスティック。かけへんわ、あげるやろ、そんなことしたら。うん、気ぃつけていってくる。ほんと、久しぶりに見た。うん。無料アイテム、ありがとうございます。2位の人。2位の人吸いたい、マジで。もっと吸いたい。事務所借りてるってどういうこと？借りてるわけないやん、言ったら。どこにあんねん。あ、つよぽんの通帳に入金させてねんな。わかった。てか、そもそもなんであいつがつよぽんの通帳持ってるん？チンゲパーマって書いたやろ。なんであいつが他人名義の口座を持ってんの？やばいよな、つよぽん口座な。フロライン1位、実質1位、まあ実質で言うたら2位やねんけど。せやな。新商品、あ、これやろ、モンスター新商品、うん、なあ、え、もう口座分かってるからそこの銀行に電話入れて止めたろか口座凍結させたろか、うん、美味しくないな、うん、うん、いや脅す、でも横におる回見てたけど、なんか脅されてる人の立ち振る舞いではなかったけどな。大家と警察が緊急性ある場合のみ警察は突入可能とかじゃなかった？ちゃうかった？うん。
例えば中で人死んでるとか、うん、ああせやな。まあでも他人が使用してますよがっつりっていうのをその銀行と口座とセットで伝えたら、うん、まあ 2,3 件多分通報入ったら止まるわ。あ、わかりました。 E の人パオーアザス、オッケー。もう内緒にしとく。俺にしか投げへんの。えっぐええー、で、もうどんどんちょうだいよ、ほんと。イベントのゆるアイテム。ありがとう。名前呼びません。うん。もうだって、口座番号も名義人も、支店も全部押さえてるからな、俺が。あいつアホやからさ、あの、増えばアホやからさ、ここに振り込んでくれて、リスナーさんに送ったりしてんねん、アホやから。それがもう巡り巡って俺んとこ来てるから。うん、まあ、間違いないと思う。国籍は日本やろ、多分。ああ、うん、トメートやったで、もちろん、トメートやったで。あ、電気代と携帯代立て替えた。え、でもあれやろ、携帯代は払わしたとか言うてなかった、なんか、フリクリ。ちゃうの。ワンコちゃん、行き場なくなったら絶対に教えてほしい、了解です。ああ、ネットバンクは止まりやすいで、そういうの。ああ、詐欺に遭った時。でも、それって、本人がいかな、多分、あれやろ。凍結してくれへんやろ。口座番号さらせたらええねんけどな。口座番号さらせたら早いねんけど、さらされへんからな。はい、頑張ります。はい、E の人頑張ります。だから俺にしか投げへんって言ってんのやったら、よかったら本当、え、俺にしか投げへんってこと、マジかよ。いいんかその立ち位置で。お、いいんか、マジか、やった、ありがとう。もう本当お願いします、本当、僕にだけお願いします。マジか、だから言わんとってくれやってんな。あ、おはようございます。あ、口座の件も、あ、パニーが山田枠に突撃するとか言ってる。いや、今それどころじゃないから、ええけど別に。でもコラボ申請出してきても多分受けへんと思う。おっぱいとか出しそうやから。NG1844 今日はだから犬の生存確認、電気が止まってることの確認で、大家さん、口座番号さらさんでも、あ、いや、あれこっちはこっちであれする、あの社長さんに連絡してみる。うん、あ、ペイペイの食ぶりも。どうやって、いや、家まで行って、コタちゃんって言いまくったらええじゃん。日中やったら別に迷惑行為ならんやん。夜中やったらな、ちょっと、近隣住民に迷惑やろうけど。日中やったらやろ、別に。日が昇ってる時間帯に行きます。で、コタちゃんつって。で、ワンとか、ガサガサ聞こえたら確定でええじゃん。いや、だから、あの、登場人物 A と B 増えるから、行ったら。うん。登場人物 A と B が増えるんで。うん。あの、協力者2人追加やから、うん、向こうで。10時過ぎって言ってたから。出たー、パニー来たー。了解了解、ありがとうございます。今後ともご引きのほどお願いします。実際よろしくお願いします。よかったら僕のフォローもしておいてください。コタ吠えない。え、でどうやって確認したらいいんやろ。
160に詳しいな。160にも現地集合するか。うん。もうドラクエで行くか。もう今日集合できる人全員その辺集合で。うん、でちょっと分散してやろうぜ。うん。分散してやろう。どこ行くの。うん。コタちゃんっつって。あ、コアマテの人なんか歩いてない。あ、大丈夫。人が来たら吠えてる模様、OK。車で突入しよう。おー、人気映画の見過ぎなダンプで突っ込むとか。あ、それはちゃうけど。あ、してる。なんか喧嘩してたよな、パニザワで。あ、なんかよくわからへんけど。目くそ鼻くその言い合いしてたな。どんぐりが背比べてたな、高橋の枠で見てたよ、ちょっとだけ。バール持って行ったら犯罪や。とりあえず今日で、いや、今日で8か。うん。アイザーが鼻くそで、パニちゃんが目くそかな。うん。おう、パニザワしてたよな、言うたら。相変わらず巻き舌やって、テンション上がってたな、アイザーな。あらららら言うて、まめき散らかしてたよ。え、パニはアイザーに助けて、お前アイザーの家住み込んだらええやん。うん、アイザーの家。はい、村屋でもありがとうございます。ゴロラーっつってたで。え、聞く芋の社長にも調査しましょう。代行タクシーの社長。何それ、そんなんもおんの。うん。え、美穂子知ってるつって聞きに行く。あ、村屋でもありがとうございます。え、美穂子知ってますかつって聞きに行く。ヨシロン何歳か。ヨシロン全然わからん。何もわからん。代行会社って何なの。山田は私のこと抱ける。ああ、抱ける抱かれへんって言ったら多分抱けんじゃん。別に穴突っ込むだけやから。うん。ただそう、愛せるかって言ったら無理やと思う多分。うん、それは無理やわ。だから何、テンガと一緒。テンガとパニちゃんがイコールみたいな。なんでテンストさんのアイコンやのにパニさん分からへんのや。いや、それやったらスターライトちゃうか。スターライトちゃうか。なすみの月末十数万円の振り込みは元彼を恐喝して振り込ませてる元マジカルの従業員証言。その人放送出てくれへんかな。あパニはそれでもいいんや。利害関係の一致か。はい、無料アイテムありがとうございます。あ、おはよう。寝てない。もうそのまんま行く。そのまんま昼過ぎまでやりきる。いや、もうご飯食べた、コンビニの。パニがスターライト言った。いや、コイちゃんもう無理やろ。曲がんちゃうか。もうコイチはあかんわ。ダメやわ。うん、絶対やめるわ。意思固そう。あれ、まあまあ年いってんねん、あの犬。まあ、病気もあんもんな。なんか首元パンパンに腫れるやつな。なんていう病気か知らんけど。プチューンまだ出てない。だから、どんどんユーロアイテムくれたらええで、イベントな。もうすでに400万近く、いく。はい、ありがとう。ソラさん、パオ、オッケー。いいよ。せやな、それも放置やな。病気ある犬ほったらかしてんねんで、やばない。スパルタすぎるやろなあ。しかもそれ揉んでたら治るって言ったけど、揉んでても治らへんらしい。警察か。いやいや、敷地内には入らんよ俺。敷地外やで。
うん、せやな、治ってないな、そのままやな。ナスはもう何年も毎日1時間のジョギングしてるとこ見たことないけど、鏡の前でシャドウ、ほんまかそれ、嘘やろ。それ生活保護費、あ、でも生活保護費やったら毎月ちゃうんか、毎月か、うん、ようわからんな。どこから資金出てきてんやろその人。あ、無理やと思います。いや、治ってんで、ステージ5何やったっけ、何、ブルーベリーで治ったっつってた。やばいやん、ボロ儲けやんそいつ。鏡の前でシャドウはおもろすぎるやろ。あ、最近ぽっちゃりしてきた。いやいや、洗ってる洗ってる、これ毎日変えてる、毎日毎日変えてる、下着とこれは毎日変えてんで。トランプさんの配信見てない、わからん。治ったけど再発して現在もステージ4か。元気やな、ステージ4で。IH コンロを持ってきた理由も意味わからんよな。あ、数年前にお付き合いしてたのがトランプさんっていう人な。その人が配信やってんの。ああ、大丈夫大丈夫、全然いける。おはよう、あやのちゃん。本名さらされてた。なんでトランプさんっていう人は配信初めてやん。ちょっと岡山の社長に連絡だけ入れとくわ。つよぽんって連絡先わかりますって。ちょっと待って。岡山の社長連絡入れとくわ。あ、ブルーライトまだ来るかな、返事。うん、この時間起きてはるけどな、だいたい。よし、駐車場行くか。あ、リパークか、これ、うん。この辺が近所やねんな、ありがとう。岡山の社長にも連絡入れといたわ。うん、あ、8割は嘘つく。トランプさん、違うこと言われたり、本名をさらされて質問に答えます。あ、岡山の社長とトランプさん仲いいの。マジか。あ、なんや、あー、その人か。はい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 、トランプさんって言うから何か思った。あ、わかったわかったわ、なんとなく誰かわかったわ。はい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 、トランプさんやからわからんかったわ。もう既存の登場人物やったわけやな。既存の登場人物やったわけや。はい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 、もうちょいしたら出発やな。協力者にも電話しとくか、起きてんのかどうか。出るかな配信。まあ声は乗っていいって言ってたから、配信中にかけてもええやろ多分。かけてみよう。出るかな。まだ寝てるかな。さすがに10時過ぎにはなる言うてたけど、さすがにまだ早いか。まあとりあえず現着だけ済ましとくか。10時までには今1時間やろう。
ちょうどいいか。いや、通勤ラッシュあるな。まあええや、10時過ぎって言ってたからまあええやろ、うん、せやな。でもう大家さん見つけたら警察呼ぶ言うてんもんな、この人な、うん、大家さん見つけたらそりゃ疲れてるやろ、東京から帰ってきて速攻巻きあんだけ擦ってやで、うん、ずっと仮眠仮眠仮眠配信仮眠配信やったからな、うん、疲れてるやろ。ああいうわ、ほんとファンタ欲しい、言い過ぎか。いやてか東京おる間もずっとそうやったやん。最後のカラオケハラスメントが一番効いたわ。山田今な、白鳥っていうサービスエリア、うん、うん、あれな、まだあいつあれやろ、ほんでお金払ってないねやろ、マキウチ、マキウチ15,000円。あ、まだギリ兵庫なんや。でももう80キロとかやからさ、うん。で、ありがたいことにさ、あいつのところの近辺って別に高速降りてからそんな距離ないやん、言うたら。うん。余裕やで。あ、窓か、ありがとう、かわいい、窓か。うん。窓かを窓から覗きたい。うん。やんな、そんな遠ないやん。東京でつながる。いや、ほんまなぁ。ほんまなぁ。激務やな。元カノは大丈夫じゃない、多分伝えといた。あれな、元カノのストーカー編な。それも大阪帰ってからでええわ。モンスター飲んでも全然目覚めてけえへん。あ、北朝鮮がミサイル撃った、角刈りが、角刈りじゃないわ、電話頭、電話頭のデブ、ついにまた撃ち上がったか。角刈りじゃないな、電話頭やな。ああ、黒電話頭のデブがな、ツン好きやからな。おはよう、おはよう。あ、うかつにも吹いた。おはよう、無料アイテムありがとう、おはよう。弥生さんありがとう、陽子さんもありがとう、ずんださんもありがとう。よし、匿名の無料アイテム全部チクっていったろ。顔色別に悪ないよ、大丈夫大丈夫。朝ごはん食った、匿名の無料アイテム全部チクっていったろ。こまめちゃんありがとう、雨戸かおはよう、神楽をありがとう、あいバーガーありがとう、全部チクっていった。匿名の無料アイテム全部チクるから。あー無理や、もうチクられへんわ、ダー流れたから無理や、やめろや、無理やんけ、言われるなら投げへん、もうあかんわ、チクられへんわ、チクったろ。あ、おはよう匿名さん、パオンオッケー、いいよ匿名さん、いいよ、通の人ありがとう、チクらんでもうそんなもんお前、もう社長はチクらへんで。おはよう、無料もらえなくなるよ、うん、いいよ別に、バーガー2個ありがとう、うん、うん、社長はチクらへん。あ、神戸もうとっくに過ぎてる、過ぎてる。うん。そんなん、もう高速乗ってるから、もう秒速や。もうほぼ岡山や。あ、おはよう。無料アイテムありがとう、ももちゃん。うん、いいよ。ちーちゃんもありがとう。いいよ。いいよ、いいよ。無料アイテムいいよ。うん。ルーちゃんありがとう。あー！ガソリン減った！アイドリングしてたら。たー。ガソリン減った。あー、ガソリン減った、ガソリン減った。あ、ザキちゃんおはよう、おはよう。あ、ププチちゃんいいね、ありがとう。ガソリン減った、
それ減った。あ、特命さん、パンを渡す、オッケー、いいよ。もうの人、ありがとう、いいよ。もうの人、特命さん、いいよ。ガソリン減った。あー、ありがとう。R の人5倍、パンを渡す。ちえちゃんもおはよう。おはよう、実家から。やばい、ガソリン減った。やばい。ファンタで満タンチャレンジとかないかな。そんな甘ないか。うん。1リットル分、パンを渡す、オッケー。うん、1リットルの涙。うん、5倍ナイス。いいよ、こうちゃん。どのぐらい ?2 つ減った。あ、おはよう、パオン10倍。おはよう、ドルフィン、おはよう、10倍。よか。よか。はい、匿名さん、パオン渡す、オッケー。2つ減った。R の人、パオン渡す、オッケー。2つ減った。あ、おはよう、オッケー、おはよう。ケロミ、おはよう。あ、ケロミの話したで、ここで、うん。俺とのコラボでさ、投げし全員飛んだっていう話しといたったから、ちゃんと。うん、あ、プープチーちゃん、ありがとう。パンを渡す、うん。ちゃんとしといたったぞ。うん、ケロミ、うん、ケロミ、うん、ちゃんと言っといたったからな。はい、こうちゃん、パンを渡す、オッケー、いいよ。はい、R の人、渡す、オッケー、いいよ、R の人、うん。あ、パルパルニュースにも出んねや。自分で出してんや。いいね。うん、でもケロミな、これ言っといたるわ。だからまあ一部、まあちょっと少ない人数で、あのガチガチの、あのガチ恋図かき集めて、あの数人のラジコンするより、高みを目指そうぜ。高みを目指そうぜ。俺もそういう時期あったけど、言うたらな、高みを目指そうぜ。この方が絶対いいから。え、山田顔疲れてないよ。いけるいける、全然いける。余裕余裕、うん、余裕、うん、東京に比べたら全然余裕、うん、移動距離も知れてるし、うん、今からですよ、うん、今から、うんうん、俺がちゃんとパンツと靴下取りに行くという名目で、うん、配信外でお前の家でじっくり、うん、俺がアドバイスしてやるわ。アドバイスしてやるわ。いやいや、してない、もう感知してるわ、言うたら。俺が、手取り足取り教えてあげるわ。え、違う違う、高速高速、もうバリバリ高速、うん、めっちゃ高速、個人事業してやるわ。はい、パオアザス、オッケー、個人事業してやるわ。伸びるやろ、鼻の下も下半身も数字も全部伸びるわ、全部伸びるわ。伸びるんかな、どうやろ。でも毎日4時間以上はやらなあかんよな、思ってんけど、顎は伸びひん、顎は伸びひん。毎日4時間以上はせなあかんな。とことん調査してください、任しといてください。もうの人、パンを渡す、まっすん、3つパンを渡す、オッケー、まっすん、いいよ、ご礼来、いいよ。でももし俺さ、配信が原因で倒れたらさ、マジで見舞い金出してな、みんな、ファンタで頼むで、うん、あ、せやで、そうそうそう、4万、うん、あ、ちゃうわ、これ5万なんぼやったっけ、これ。はい、パンは背高いからちょっとだけ高い、うん、頑張ります、頑張ります。 R の人、 OK、 背高いからな、うん、そう、グレード上げてレンタカーの、うん、東京行くのちょっとあのぺったんこのやつしんどいから、結果これでよかったわ。シート柔らかかったし、2回車で寝てるからな俺。あ、ソラさん、イチゴパン、いいよソラさん、いいよソラ、うん、見ていこう、見据えていこう。じゃあこっちも配信見すぎて倒れたら、背高いで俺、うん、183、うん、まあ、高いんかな、どうやろ、183、まあ引く12ぐらいかな。引く12ぐらいですかね。
バーチュさん引く11とかぐらいかな、うん、そうそうそう。あ、おはよう、うん、引く10人ぐらいです。あ、11とか、そう、そんな辺です。あー、もうの人ありがとう。パオン、かわいい。ほんとね、いつか一緒にイチゴ転がそうね。うん、イチゴ転がそうね。ありがとう、もうの人ありがとう。はい、ありがとう、徳目さん、パオン。ルイージこんなんやったけどな、身長な、うん、ルイージこのぐらいやったよ、身長。はい、5個パオン、ゴシゴシ。いいよ、徳目さん。山田さんの見舞い金、いやいや、全然そんなん、もう福沢諭吉ぐらいからでいいよ、うん、はい、ありがとう、5個パオン、ゴシゴシゴシ。オッケー、いいよ。2位の人、いいよ、2位の人吸いたい、うん、2位の人吸いたい、うん、うん、2位の人に配信外で鬼伝しまくりたい、マジで営業したい、うん、ルイージと養分やったらルイージの方が全然ちっちゃい、うん、養分もちっちゃいよな、うん、はい、匿名さん、パオン、あざす、オッケー、いいよ、うん、R の人あざす、オッケー、5個は、おっしゃ、うん、ダークサイドの人間が5個くれた、5個パオン、ゴシゴシゴシ、いいよ、ダークサイド、うん、ルイージこんなんやで、マジで、うん、ほんまにこんなん、うん、めっちゃちっちゃい、あいつ女子やで、身長、うん、バリちっちゃい、うん、会った時びっくりしたもん、うん、うん、会った時びっくりした、あいつ下手したら身長より股間の方がでかいで多分やけど、うん、ルイージは身長ちっちゃいよな。あ、そう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 、顔迫力あるからさ、でかそうに見えるけどさ、うん、いやいや、あいつ下手したら60ないで、うん、だって俺と並んだ頭1個分ぐらいちゃうもん、うん、男子であんな背低い人初めて見たわ、うん、そう、だから身長より身長の方がでかいさ、あいつは。ヤミーさん一緒ぐらいかな、ヤミーさんも、でもヤミーさんも思ったよりちっちゃかったよな、思ったわ、画面で見てたら背高い人なんや思ってたら全然ちゃうかった、うん、ゲンさんめっちゃでかい、ゲン一番でかいじゃん、ゲンって呼んだら怒られるけど、ゲンが一番でかい、七やんで俺一緒ぐらいやったと思う、身長。はい、パオンあざす、オッケー、七やんで一緒ぐらい、うん、ゲン一番でかい、パルちゃんも背変わらん、俺多分横幅でかいからでかく見えがちやけど、パルちゃんも背はでかくない、うん、あ、せやな、ヤミさん細いな、なんか、うん、細かった、パッと見不健康に見えた、せいさんはでかいな、うん、いや、ゲン圭之介さんよりでかいで、多分ゲンって言ったら怒られるわ、ゲンさん圭之介さんよりでかい、多分、うん、マティさんもめっちゃでかいな、山田183、いや、ルイージの方が小さい、太郎くんより余裕で、ごめん、セアカさん、一回も立ち上がってへんから分からん。うん。タカシもでかい。タカシと、誰が一緒ぐらいかな。タカシと誰が一緒ぐらい。タカシもでかい。ゲンさんでかい。あ、セアカさん、一回も立ち上がってない。いや、俺、83身長。無限くん、多分、俺と一緒ぐらいやったと思う、多分。そんなに大きくなかったと思う。あの、りょうたっちょさんがちょっと背でかかったかな。隣のベンチのエセヤカさん。うん、あ、なあ、せやんな。うん。テンソさんもでかい。うん。スタイルいいよな、テンソさんってなんか、シュッとしてて。機長も、ちゃうで、機長もそんなに大きくない。あ、ちゃう、ちっちゃくないで。意外と細いからちっちゃく見えがちやけど、うん、そんなことない、機長もそんなちっちゃくない、エンデーバリでかいエンデーバリでかい、狛江があんま変わらんぐらい、狛江もな、背でかそうに見えるけどそんなにない、うん、うん、俺いつもここで配信してるんだけど売名って思われるんかなって言ってた、いやそんなことないよ別に、うん、狛江くんスタイルいいよな、あ、中村もでかいで。中村も上にでかいぞ。うん。そう言えばやけど。深夜町もめっちゃちっちゃい。なんか。
中村もでかいで、うん、なあ中村も小さないよな、うん、正山はちっちゃい、正山はちっちゃい、花屋さんはでかいな、うん、ひどなさんもでかいでかい、ひどなさんもでかい、山さん183、マリオさんはちっちゃいな、うん、ちっちゃい、何センチ、75を超えてたらでかいでんちゃん、イキリストは態度がでかいだけやな、うん、富士見さんも背でかい、一番迫力あったのは、どうやろう、迫力でかい、迫力は花屋さんちゃうか、やっぱり、うん、花山薫みたいだったもん、まあ、野田さんもでかいな、うん、いや何や迫力ないわ言ったら、モブやわ、いやまたニコ生を見ててきた人、うん、ニコ生は見てた人、一番オーラ感じたのはやっぱ無限くんかな、無限くんと俺がトントンぐらいかな、やっぱり、うん、でビジュアルはもう言わんでも俺やからさ、なあ、またバファリンいじめてもうたわまたバファリンいじめてもうたわ、横並んだったわ、うん、ああいじめたったわ、顔の差を見せつけたったわ、大阪から岡山まで配信回してなかったら1時間半ぐらいで行くと思う、うん、空いてたら、俺が一番イケメンやったな、太郎と並んでも俺って言われるし、バファリンと並んでも俺って言うし、だからあれちゃん、もう正面俺は殿堂入りやから、バファと太郎で競ったらええんちゃう、うん、それを俺を上から見てるみたいな、うん、ちゃうか、バファと太郎で競ったらええねん顔は、うん、うん、もう俺はいいよ、もうその別に男前で売ってないから、うん、ええねん別に、うん、そんなもう見たら分かるやん勝手のなんて、うん、ライオンとアリ比べても意味ないやん、うん、ライオンとアリ比べて意味あるかお前ら、ないやろ、百獣の王がもういちいちアリにフォーカスするかせえへんやろ、そういうことやから、うん、お、ノマありがとう、うん、でだから太郎とかバファリンとかアリやん俺から言わせれば、顔はな、太郎くん定期的に病むのってやっぱ顔を俺と比べられるからやろうななあ、定期的に病むのそうやろうな、同じコンテンツに俺おったらなあ、男前ってなんぼ言われてても苦悶もんな、ああ早く俺に顔で勝つやつ現れてほしいわマジで、張り合いがない、うん、張り合いがないわ、張り合いがないわ、まあまあな、ヤマトとかな、まあ、一応男前部門のやつも入ってきてさ、うん、そこらで揉んだらええやん、だからバファリン、 TikTok からはヤマトで、ツイキャスからはバファリン、うん、で太郎、うん、でフワッチは太郎で揉みゃええやん、もう俺殿堂入りやから、ヒカルくんはどうやろうな、うん、うん、もう岡山やで、岡山、うん、せやな、もんだら病気も治るしな、わたきってなんかバッタっぽいよな、その辺の、忍法は何やろうな、
何やろ、人の股間見てる時と同じ感覚になってまう。何やろな、あれ。なんか人のいびつな股間を見せられた時のその感じよな。え、私別に当たり強ないよ別に、うん、あ、おはよう、おはよう、イカの人おはよう、うん、いやなんか忍法って人のいびつな股間を見てる時と同じ感覚で見てまう、うん、忍法って。なんかでも忍法しれっと俺のブロック解除してたけどな、あれなんやねんやろ、うん、いびつな股間がいびつな動きしてるみたいな、うん、そう、チンポ。あ、今月もよろしく、はい、あの人ありがとう、パオン、ありがとう、今月もよろしく、うん、そうそう、忍法の忍法、うん、サドルで一緒ぐらいちゃうかったっけ、サドルでちゃうかった、サドルでわかるん、みんな。サドルでわかんの。あ、風営法始まった。ちょ、言ってきて、もう、あれやったら犬引き取るって言ってる人おるから、明け渡したらって。山田ブロック、いや、結構おるんちゃう、してる人。あ、サドルペリッパ。なんか名前変えた方がいいんじゃないかって言って、俺がサドルって言ったら、バカハマったみたいな。はい、キミ君ありがとう、ロケットパオーアザソッケイ、キミ君ナイス、ほっとね、いつか一緒にロケットに乗れたらいいなと思ってる。オッケー、キミ君頑張ります。あー、またガソリンが減ってる、あー、やばい、ガソリンが、ガソリンが、うん、でも具体的にどうやってパニちゃん助けんねやろ、家なくなるのに家なくなるのにどうやって助けんねやろ。あー、一回ぐらい満タンでって言ってみたいよな、満タンでって。もうてないよ、もうてないよ、もうてない。え、で、その風営法、犬、言論せえへんの、何も、もう、言論せえへんの、そんなすか、あんの。少しですが、助かる、パオーアザ、そっけー、ありがとう、ヒーの人、ほんと、少しじゃないよ。そんな、花火投げて少しって言わんといて、ほんとね、いつか一緒にヒーの人と淀川で花火見れたらいいなと思う、ほんとありがとう。少しちゃうよ、うん、そんな。もうそれ少しって言い出したら風船投げられへんくなんで、みんな、うん、投げてももうてないって言われたら投げる気、いや、もうてるて、もうてるから、もうてる、もうてます、うん、稼いでるのにって。今月まだやん、今月月末ちゃうで、まだ、うん、月末ちゃうで、風営法不在ってどういうことなの。家の管理会社に電話したりって言ってた、どういうこと、誰が管理会社に電話したらいいの。せやな、個人のも仕事の一環ですね、労働ですね、2ヶ月で600万稼いでる、3ヶ月で1000万以上稼いでる。あ、ゴキブリが、あ、トイレ中か、3ヶ月で1000万以上完成で、せやのに手元にそんなに残らへん、つらい。はい、無料アイテムありがとうございます、おはよう、おはよう、匿名さん、うん、ハートの人おはよう、 おはよう。え、また何かあった、もうこれからじゃない、何かあるとしたら、うん、なぜなら俺が岡山に来てしまったから、うん、なぜならボクチンが岡山に来てしまったから、なんかあるんちゃうか、これから、うん、いや、ちゃう、もうこの4時間で目的地まで行っちゃいます。あー、いや、まあ、お
もう近くまでは行きます、うん、でその次の枠で、次の枠で調査開始、うん、かな、うん、まあでもなんかあの登場人物に警察出てきそうやからな登場人物にどっちにしても多分警察出てくるからな、うん、次の枠は乾燥して速攻つくよ、うんうん、警察とか出てきそうやからな。いや受けてるみたいやで。いやだからそのなすび本人がさ、もうそれやったらもう犬持って行ってくれとか言ってくれたらさ、手っ取り早いねんけどな。ああうん、だって呼ばれるやろどうせ、その風営法どうせ呼ぶやろ、うん、例えばな、なんかあの家の近くに、家の近くにストーカーがいてるんですよとかやってさ、虚偽の通報するやん、その人じゃ来るやん、うん、でまた1から10まで説明せなあかんやん、うん、ハニが病んでる、なんで、あうん、で以外にも出てきたから、あの犬もう引き取ってもいいって言い切っちゃってる人だ、何人も、うん、だからその人がさ、もうあれちゃん、あれちゃん言ったらええんちゃん、放送でもう誰か引き取ってくれ、もう世話できひんからって、うん、放送で言ってくれたらな、快く行くねんけどな。ああまあ最終学歴は国立の院卒です言うたら、はい、まあ、世間一般で言うと博士号取得です、はい、うん、修士のさらにまだ上です僕、うん、まあ国立の院出てるからっつってな、高学歴ってことでもないやろうけど、まあここにいてる皆さんよりかはあのお勉強熱心やったんちゃうすか、ここにいてる皆さんよりかは。あー論文書きて、久しぶりに論文書きたなってきたわ、やばいわ、論文あげたくなってきたわ久しぶりに。あー何の博士号？社会復帰、うん、社会復帰、うん、うん、法律をちゃんと守るとか、社会に復帰するとか、社会に貢献するとか、うん、うん、あ、電話した電話した、な、一応なんかあのさっき釘打たれたらだるいから、まだ高速サービスエリアやね、で10時過ぎって言ってたから10時過ぎにお茶会おうぜ、うん、うん、もう岡山県には入ってるから、うんうん、人はなぜ犯罪を犯すのかじゃないの、いや逆逆、うん、玉の腰、卒業論文のテーマだから言ってるやん、うん、社会復帰と社会貢献、ルールとマナーについて、うん、はい、ありがとうございます。まあ銀行の通報はな、もうここでもできるけどな、電話したら終わりやから、うん、それは別にええんちゃう、うん、役所は明日に回そうと思ってる、ぶっちゃけ、うん、もう今日絶対一泊するから、うん、と一泊買ってるからことを、まあなるべくその方向で、だからここのアルバイト部隊の皆さんが向こう行って、あのもう犬引き取ってもらったらって、うん、帰ってきてくれたら、うん、もう犬引き取ってもらったらって、うん、うん、言ってよ。いや今社長に LINE は送った、社長に LINE は送った、電話もかけてみてもいいかもしれへんけどな、社長も忙しい人やからな、忙しい人やからな、うん、ああそいつ本名フル氏名と口座は分かってるけどな、連絡の取りようがないからな、別の手段でどうにかしてやると、何反社をほのめかせて、俺に対する脅迫行為を放送中に頑張ってるということでよろしい、またヤクザか
お前懲りひんな、もう懲りひんな、お前それしかないんか、うん、ヤクザ弁護士警察、ヤクザ弁護士警察、お前ずっとループしてるやん。でお前一回でもなんかできた試しあんのか、お前ちゃんとせえよ、うん、またか。今どこか探ってる、サービスエリアです、白鳥っていう、うん、教えてあげるわナスさん。どうせあれやろ、あの現地付近で放送してたら警察呼ぶんやろ、ストーカーが家の周りうろうろしてるんです、私その人のせいで怖くて帰れないんですよ、命の危険感じてます。やんねやろどうせ、ちゃうか俺、うん、どうせやんねやろお前、知ってんぞ、うん、私ずっとあのその人にストーカーされてて、うん、ニュ、うん、うん、ちゃうか、どうせやろ言うたらまたそれやろ、ただやんねん、そいつはやんねん、警察に虚偽の通報すんのは相沢と一緒やから、だからまあ多分警察来るやろうな、うん、多分来るやろね。じゃあ俺ちゃんと説明するし、あとあーもうパオニーお母さん超グレイト、ほっとね、いつか一緒に新岡社長と、うん、世界一周旅行したい、ほんとパオンありがとう、新岡社長のお金で、うん、俺この間岡山駅前行った時なんてさ、外線車来る言われたからな、そのなすびに、おいけいけ、鳩飛ばせ飛ばせ、いけいけ、やれ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 、やっちゃいにさ、あ、そいつもあれか、そこ Wi-Fi ないんか、別端で覗かれへんのか、俺のこと、俺にブロックされてるから、うん、そういうことかちゃうか、まだ答え家におるの認めてない。いやもう引き渡したらええやん、もう懲りひんな、もうええんちゃう、あ電波あるんや、頭じゃなくて、まだカラオケおるまだカラオケおんの、そいつの無限カラオケ芸もえぐいな、言うたら居住区カラオケやん、もう楽になれよ風営法、もう手放したらええんちゃうか犬、もううん、そうそう、無限カラオケ、うん、で和田さんってお前見てないやん犬のこと、うん、しかもさお前それあの犬やっぱ病院行かな治らんぞ、はい始まった、うん、だとかまたな、山田は山田はもう捕まるんですよって言うから俺岡山署まで行ってんのに一回、うん、もうええからそれ、うんうん、もうええから担当刑事とかそういうのもうええから、それ流行ってないから、山田はもう逮捕されます、岡山西署がもう捜査してるんですよ、うん、あいつはあと1週間以内に逮捕されます、見ててください皆さん、ニュ、うん、やろうまたちゃうの、え、じゃあまた俺西署も行かなあかんの、また行かなあかんの、もう嫌そうな顔されるでお前の話で言ったら、お前西署でな、もうアホなやつ認定されてんねんから、もう西署は出すな、わかった、うん、お前のせいで西署電話鳴りまくってんねん毎回、うん、な、お前の名前出したらまた笑われるわ、うん、お前西成署でも同じやったからな、うん、あのホラ吹きのおばはんでしょって言われてんねんな、もういい加減にしいや、うん、もう警察は使うなお前、あ、無理ありがとうございます、笑われてるよ、うん、だからここにな、あの西署に電話かけた人何人もおるから、うん、あーまたその人の話ですかあーまたその人の話ですか、うん、相手せんでいいですよみたいな、うんうん、はい、担当刑事が3人おるらしいです、はい、
あやろ、かけたやろ、かけたやろ、うん、な、通勤ラッシュかまへん時間やから、うん、まああと1時間ちょっとじゃあおっても、うん、1時間ちょっとおってでシコシコ走って、うん、で岡山インター降りる前で一旦放送終わって、うん、向こうに状況をつかませへんようにする。うん、詐欺に警察呼ばれてたらだるいから、うん、長なるから、うん、しかもそいつはことあるごとに虚偽の通報しはるから長なんねん。なんか綱とか相沢パターン、うん、で今日はあの何協力者がいてるんで、はい、登場人物僕だけじゃないんで、そのそこ付近で、各種しっかり連携取り合って、うん、やれるとこまでやっちゃおう今日、うん、で役所はもう明日にする。犬の話は警察と強ポンで終わってないから、山田会のしんちゃんがわざわざ岡山まで足運んで警察動かしてくれて、うん、もう そういう嘘いいからって言っとき。はい、ありがとう花さん、3つパンをあざす。ゴシ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 、あ、花さん2つありがとう、パンをゴシゴシ、オッケーよ、うまいうまいで、うん、そうそう、その文化続けていこう。 2×5 は 11.3、 パンをオッケーよ、うまい、ええよ、その文化続けていこうみんなで、うん、いやごめん、それは知らん、それはでももうしんちゃんの判断に任せる、うん、うん、山田会のしんちゃんはもう結構ふっかるなんで、ええ、さすが元うなちゃんマンリスナーやなって思ったわ。うん、狂犬も役所の管轄だから警察はありえないね。あ、せやな、狂犬がやと思う、多分こうちゃん、大家さん関係ない、うん、まあ行くけどな、関係なかろうがなんだろうが行くけどな、うん、心配せんでも行くけどな。おはようございます、コタちゃんを助けて。あ、今日はヒコポンあるやん、全然ちゃう話じゃないやん、もうちゃんと乗ってきてるやん、もうやるやんヒコポン。の珍しいな、どうした今日、雨でも降るんちゃうか、晴れてても雨降るんちゃうか。あ、おはよう千里、おはよう、出張終わったらまた出張や、うん、おはよう。なんか不法侵入は虹ない、誰もそんな話してないの、うん、またわけわからんこと言って松川はとか言ってる、うん、ま、松川は不法侵入ですとかまたやってんの、うん、仕事勢のために夕方にでも、今日の夕方、あ、もう岡山ほぼついてる、うん、もう小一時間で目的地、うん、通勤ラッシュ回避してんね、うん、あの田舎道の通勤ラッシュえぐいやろ。ナスビと連絡取れてるから警察大家立ち会いでも入れない、どういうこと、誰も入ったなんて言ってないやん、これから入ろうともしてないし、その風営法のとこ行ってさ、もう犬誰かに引き取ってもらったらっていう米で埋められへん、無理、うん、犬引き取ってもブロック覚悟でさ、うん、犬引き取ってもらったらみたいな。いや、カルロさん統合失調症じゃないです、うちんとこにはあの何マチャさんいてるんで、本物はアーやから、うん、あー、うん、知ってる知ってる、マウ君一番最初に連絡くれてたん俺かも、知ってるよマウ君、配信外で連絡してたから、それ今度大阪来るらしいマウ君、うん、うん、あ、ブロックされた、もうお前買い切られへんねんからさ、もうだしさ、あー、いいよ、大丈夫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 、いけるいける、全然余裕、はい、パオー、あなたがアルプで石油掘りだったら損壊者権名簿に僕の名前の出資も 51% 保証で、うん、お金持ち OK、お金持ち、ありがとうございます、素敵な5000円、ありがとうございます、はい、 H の人ありがとうございます。犬先輩心配せえよ、うん、あ、じゃあマチャはちゃんと診断されてんもん、障害者手帳見せてもらったから俺、うん、
とぼけんな、とぼけんな、とぼけるな、うん、ただお金っていうかさ、別にお金なくてもさ、あの愛犬家なら連れて歩いたらええのに。眉は知らん、どうなったか。ナスは家に来られたら困るから必死に、じゃ家に行くんじゃないで目的。 お前んところの大家と喋るからな今から、うん、ほんでさ、うん、大家さんもお金取りっぱぐれて困ってんやったらさ、うん、お金で協力してもらおう思てるから、うん、うん、言っとくけど、あ、ミルちゃんありがとう、うん、お金で協力してもらおう思てるからな、大家さんには。はい、千里さん、パンを渡す。千里いいよ、ほんと、うん、ありがとう、ほんと、いつかね、転がそうね。ミルちゃんもありがとう、うん。大家さんに根回しするぞ、うん、家賃滞納してないの。いや、だからそれ大家さんに聞いたらわかるやん、あそこの家の住人家賃滞納してるでしょっつって、うん、あー、かまします、パオーアザス、オッケー、お前めくれるぞ、俺動いたらめくれるぞ。はい、キミ君ありがとう、パオーアザス、オッケー。 NG184、 うん、賃貸契約ないとか言い出した、うん、じゃあお前んちちゃうやん警察動いてくれないから別の手段。おお、何でもええよ。またお前言ってたみたいに外戦車よこせ、外戦車お前。はい、ミルちゃんありがとう、パンを出す、うん、言っといたるわ、フウェホ、俺のこと倒したいんだったらチャカもドスもいらねえ、イケてるワンバース持ってきやがれ。おいおい、はい、ミルちゃんありがとう、はい、頑張ります。もうの人、パオンを出す、オッケー。できる限り頑張ります。うん、法律が許す限りの範囲で。でも何も担保できひんで、どこまでできんのか、何やれんのかわからんけど、まあ突っ込んでいくんで、うん、いや、多分な、家主さん結構年いってるからな。うん、山田が一番、いや、そんなことないやろ。投げる人いたけどやめた、山田にあげる。あー、ありがとう、パオー、出す、オッケー、いただきます。ちょっと、イケてるワンバースな、あのラッパーやから俺、バイブス、うん、ワンバースね、やっぱラッパーはバースを蹴るから、うん、NG184、 チーム友達でさ、うん、陰部朝立ちって言ってブライアンが歌ってたよな。まあいいや、それは。結局犬は家、絶対家、家やと思う。山田会の人がな、あの足運んでくれて確認取ってくれて、で警察から折り返し連絡あって犬は無事って、うんうん、はい、おはよう、いちごっか、パンを渡す、オッケー、いいよいいよ。うわ、今日燃料満タンにできそう、もうちょっとで。ありがとう、花火、ほっとね、いつか一緒に花火見れたらいいなと思う。ほんとありがとう、いちごっか。あ、ええよ、つよぽん本社よこしたらええやん、そこに。うん。で、なんかさ、あの、こわもてのやつよこしてんやったらよこしたら、連れてきたらええやん。うん。うん、ちょっとだからね、つよぽんよこせよこせ。会いたいから、俺。うん。よこせ。うん。で、何あの、言うわ、つよぽんに、ほんで。あの、なんか口座貸すのやめた方がええで直で言ったるわ。うん、なんかあんま良くないことに使われてるから、つよぽんよこせ、待っとくわ。ほんじゃ、つよぽん呼べ、うん、呼べ、絶対呼べよ、うん、ほんまに呼べよ。で、つよぽんに会いたいって言ってる人がそこに登場するから、ほんで2人ほど、うん、呼べよ、ほんまに呼べよ、つよぽん。おったらええから、うん、で、喋るわ俺、つよぽんと。うん、ほんまに呼べよ。うん、なあ、願ったりかなったりや、うん、社長にも連絡入れたけどさ、まだ折り返しないからさ、うん、やったやん、願ったりかなったりや。お前呼ぶって言ってんか、呼べよ絶対。うん、そう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 、
あ、おはよう。おはよう。やった、つよぽん登場らしいぞ。うん。やったな。あ、そうそう、会いたかったから。うん。そうそう、社長は忙しいよ、ほんまもう。うん。しかも普段もそんなに岡山いてはらへんからな。うん。ほっとけ、ほっとけ。もうそんな、もう無視でいいから。うん。そうそう、おった方が話早いから。あ、呼べ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 、じゃあそこ呼べ、全員呼べ、うん、もう全員集合や、うん、全員呼べ、うん、はい、匿名さん豚ありがとう、パオン、あざす、オッケー、もう全員呼んで、もうそうしたら、うん、全員呼んで、全員呼んで話しようや、うん、会いたくて震えそう、全員呼べ、もう全員呼べ、全員呼んでくれ、やばいやん、大乱闘スマッシュブラザーズなりそうやな、うん、なあ、矛盾だらけやんな、行けるところまで頑張ります、いいの人ありがとう、ファンタスティックパオー、あなたがアルブで席を掘り合ってたら会社の役員ベイブで僕のための出社が僕 11% 掘りさせて、お金持ちタスティックベイベイ、オッケー、うん、これ西野カナバージョンちゃうやん、ほんじゃ帰ってくるまで待っとくわ、うん、帰ってくるまで待っとくか、帰れよ、うん、じゃあ帰ってくるまで、うん、じゃあ早く帰ってこいや、うん、お前が家おらんからこうなってんねやろ、犬ほったらかして、うん、ちゃんと世話せえ犬の、はい、あざっす、 5×5 は28、 OK、 パオン、あ、新幹線乗れや、だったら放送切って、うん、2時間じゃ無理やな、埼玉からやったら、だって東京までざっくり40分ぐらいかかるやろ、で東京駅からの新幹線大阪間で2時間40分やろ、3時間、でそっから岡山の分上乗せして30分やから、まあ、4時間ぐらいあれちゃうか、かかるやろ、おうな、あれ放送切って帰れよ、だったらお前がいいよってちゃんと犬の世話してたらこんなことなってないの、うん、果たしてほんまに帰れんの、お前前の家の家賃の件でお前簡易裁判所から出廷命令かかってるらしいけど帰ってこれんの、それでお前三井のリパークの銭も払ってへんから、うん、そっちもやろ、ほんででお前さ、あの夜の商売の人から金つまんで飛んでるからな、そっち系の人も多分頻繁に家来てるんちゃうか、だからお前家で放送できひんねやろな、あちゃうの、うん、家で放送してたらバレるから、うん、ちゃうんか言うて、おい、うん、あ、夢に出てきた、おはよう、おちゃうんかお前、ちゃうの、だからお前 IH コンロまで持ち出して飛んだんちゃうの、自分家からで、今その自分の家も家賃払ってないよね、お、まあ、もう大家に会うから分かるけど、お、あ、警察のお世話になったことあるよ、あ、ついてこい、もう登場人物まだ増えるから君もおいで、うん、
オッケーオッケー、ええよ、もう全員おいで。うん、今からさ、 お前んちの近所でな、登場人物多分なもう 3人ぐらいなるぞ、うん、あ、時間で終わっただけ、うん、敷地内には入らんよ、俺もそんな犯罪者にはなりたくないから。はい、パンを渡す、 OK。 お前、俺が追求せえへんのいいことに、ほんま。はい、無料アイテムありがとうございます。とりあえず、あ、いいよ、かまへんかまへん、 NG かまへん、そんな気にすんな、うん、以上10時ぐらいめどやから、うん、その辺おるわ、うん、うん、いいよ別に、うん、罪にできるもんならしてみろや言うたら、うん、新岡社長、新岡社長、新岡社長、もしかしたら今日新岡社長の会社の顧問弁護士に電話するかも、なんかあったら。新岡社長、うん、新岡社長、新岡社長、なんかあったらちょっとまた弁護士の方お願いします、新岡社長。いいっすか、もしかしたらあの お借りするかも。ああ、正当な理由なしにハサミを所持してんの、風営法、それ銃刀法違反やで、うん、あ、コーヒー、はい、無料アイテムでコーヒー飲めません、すいません、ありがとうございます、無料アイテムで、じゃあではコーヒー飲めません、気持ちだけいただいておきます。はい、キミ君、パオン、あなたがアラブで石油を掘り合ったら、その会社役員名簿で僕の名前の数字も 51% 超えさせて、うーお金持ち、お金持ち、オッケー、よっしゃー、うまい、あ、リンちゃんにも嘘ついてた、リンちゃん電話してきたらええで、別に言っといたって、うん、え、タカポンか、タケポンか、警察と一緒に犬が一人でいるから心配やからって言ったらついてきてくれる、マジでパオン、ちょっとでも登場人物に警察官入れたらここで放送できひんからな、あ、おなら出た、うん、登場人物エキストラで警察入れたらな、ここで放送できひんね、まあ どこかしらのタイミングで多分登場するやろうけど、うん、なるべく放送したいからな。山田に投げたら仕事見つかりますか、せやな、俺に投げてから職案行け、うん、俺に投げてから職案か、あのインターネットで求人探せ、うん、はい、あーちゃんありがとう、うん、可能性は上がるかもな、はい、おならプーンあざっす、ざっこりパオン、ゴシ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 ゴーコあざっす、オッケー、あ、わからん、あ、大丈夫や、俺が一応わかるように放送するから大丈夫や、見ててみ、うん、5個ありがとうございます、 OK、 いいよ、はい、 K の人アザスパン OK、 いいよ、コーヒーありがとう、いや、キャスか TikTok 行こう、俺、うん、ニコ生に逃げへん、もし外部切り替えってなったらキャスか TikTok 行きます、だってキャスあ TikTok 警察大丈夫やん、新岡社長パオー、あなたがアルブで石油を掘り合ったら、その会社役名簿に僕の名前の数字も 51% 褒めさせる、お金持ち、オッケー、よっしゃ、よし、これで弁護士は都合できた、うん、うん、これで弁護士は都合できた、うん、多分大丈夫や、うん、居住権とか言い出した、家には入らんっつってるやん、しんちゃん今日仕事やわ、しんちゃんああ見えて現場仕事してるから、ちゃんとしんちゃん無職ちゃうねん、昨日が日曜日とか噛んでたから言ってくれたけど、うん、うんうん、キャスはな、でも俺視聴者規制でちゃうわ、おすすめ規制かかってるから、あの何、まあやる前音追するから、よかったらツイッターフォローしといてください、
山田転職活動いくらぐらい、あ、ファンタ、うん、はい、ありがとうございます、パオン、ありがとう、ファンタ、ファンタ、ファンタ投げといたらもう間違いないわ。うん、多分そう、あれ、南の火災でもまあ、エンチャーキャスで2500人やったら よかったやろ、あれ、うん、そうそう、TikTok 警察大丈夫やから、うん、やばなったら TikTok 行くと思う、もう、うん、はい、無料アイテムありがとうございます。あ、な、オン、TikTok は部長やまだ出てくる。キャスはな、もしかしたら何、おすすめ規制かかってるから、たどり着くんだるいかもしらへんから、Twitter フォローしといたらいいと思う。で、Twitter を通知取っといたらええんちゃうか。多分。じゃあ飛べるようになってるから。リンちゃんに亡くなった霊見える。やばいやろ。あいつ、相沢みたいなこと言い出したやん。ファンタって1号5000円2つ、あ、うんうん、そう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 、うん、5000円の別に5個まとめて投げてもええけどな、全然、うん、221行こう行こう、行っちゃおう、うん、やっちゃおう、やっちゃおう、うん、行っちゃおう、221、うん、えぐいな、霊感商法か、うん、なんか今日の山田、言葉怖い、優しく話して分かった、うん、でもな、やっぱりな、相手がさ、大悪党やからさ、うん、大悪党やからさ、鼻息も荒くなるわな。あ、分かった ?221 行こな。いや、解除なってんけど、こないだ南の火災現場突っ込んでいって、おすすめ規制になった。うん、南の火災現場、そのまま突っ込んでいったら、おすすめ規制になりました。いや、わからん、風営法。チェックしてるんちゃう俺のこと。うん。この時間にふわっち見てるやつ。まあ、夜勤か、夜職か、まあ、生穂の人か、社長やろ。どれかやろ。うん。うん。まあ、実家富裕層で、子供部屋おじさんおばさんもあり得るけどな。うん。んで、専業主婦もおるよね、言うたら。おすすめ規制、いや、まだ赤松に出してない、ごめんなさい。うん。うん。まあ、それはおるやろ。まあ、社長も多いよな、多分。で、そう、月曜日休みの職業もあるからな。月曜日とか火曜日、水曜日職業の人な。まあ、主婦層多いよな、奥さん。奥さん方多いよね、うん、主婦層。うん、でさあ、仕事中に見てる人もおると思う、うん、まあ足骨折はかわいそうやな、通勤中、ああなあ、うん、おると思う、なあ、決めつけよくないよな、あーパーとか頑張れ、妖精独身やもんな、タッチバック好きな、タッチバック好きサメイな、はい、風船4個ありがとうございます、いいよサメイちゃん、でも別にさ、あのニートがニート見てんねんからええやんな、別にな、ニートの人もな、別に、うん、あ、なってる NG、 え、医者の彼女、嘘でしょ、ちょっとこっちで課金してくれへんすか、はい、まああの人パフォーマンス OK、 うーわ、山田転職頼む、パオーン、ファンタスティック、あなたがアラブで石油掘りやったら、その会社役名簿で僕の名前の支持者が 51% 保有させて、うー、お金持ち、お金持ち、オッケー、しゃ、え、転職すんの、やめといたら転職、うん、その資金力なくなるやん、うん、言っては見たものの、あざっす、タスティック、えぐ、あー、いちごあざっす、パオンあざっす、オッケー、やめようぜ、この時期に転職。うん。やめようぜ、やめとこうぜ。その資金なくなるやん。はい、あざす、パオー、あざす、オッケー。まあ、あの人もあざす、オッケー、まい。うん。受かったらまた、あ、クビなった、あ、じゃあもう探さんのしゃあないな。うん、頑張ろう。
まあ、最悪女やったら膣どかたっていう作戦もあるし、うん、なんとかなるよ。はい、パワー出そうって。おう、はい、まああの人出すパワー OK。 あー了解です、 NG さん了解です。そう、最悪膣どかたいけるからな、女やったらな。男無理やけど。はい、パオン。あ、31日にクビなった。あ、ほんじゃもう膣どかたでもいった。一回鏡見てみ、鏡、鏡見て、まあそこらにいてる女よりまあええ女かなと思えたら、もう膣どかたありやから。はい、パオンアザソッケー。ゲーム機が取れました。はい、20倍パオンアザソッケー。うん、そうそう、あ、ありやで、あり。うん、いや、じゃあ鏡見てさ、あ、よかったやん、アユバーゴールド。違う、女はさ、銭は最悪さ、膣どかたしたらどうにかなるやん。男無理やから。はい、パワーだ、そっけー、特命さん、いいよ。あ、体壊したんか。あー、そうか。あ、おめでとう、ゴールド。2年前の山田見ていた自分は今の山田が、いや、だからや、人の成長曲線ってな、もう急にドーンなんねん。うん、そやねん、今もやで。はい、パオンアザス、オッケー。はい、マーの人アザス。はい、バルーンもありがとう、いいよ。 B の人いいぞ、バルーン B の人いいぞ。はい、アザス、パオン、オッケー、いいよ。マーの人アザス、オッケー、うまい。うん、うん、岡山入り、マモルさん。うん、ちょっとしばらくね、一切ノータッチのふりしてたけど、うん、水面下では動いてたんですよ、実は。うん、はい、バルーンアザス、バルーンアザス、バルーンアザス、ええよ。バルーン、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 アザス、バルーン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 、ええよ。はい、ケーキアザス、パン、オッケー、いいよ、ケーキ、ええよ。首なら失業保険もらえるよな、もらってるよな、多分。はい、バルーンアザス、オッケー、金メガもありがとう、オッケー、いいよ、ノーの人、うっしゃ、風船もあらす。うん、いや、もう警察来たら外部つけるから。うん、しかもさ、なんかさ、悪さしてるわけじゃないからさ、言うたら、うん、ちゃんと言うもん、警察来たら。ふわっちでジャーナリストしてますって言うもん。うん、あ、山田、あと5個勝ったから、山田待って、あと5個勝ったから、投げる、5勝ったけど投げた方がいい、見つかるまで。あ、これ言っといたるわ、1個投げんねん、1個投げて4個まとめて投げんねん、それが一番いい。うん、もう今投げといた方がいいわ、絶対。はい、パワー出す、オッケー、いいよ。絶対今投げといた方がいい。うん、なんかこれ、とある人も言ってたけど、とある人も言ってたけどな、うん、とある人も言ってて、うん、ちょっとな、身の丈に合わへんお金の使い方してみんのはいいことっつってたかな。うん、そう、あとは勝手にその身の丈に合わへんものが自分をその位置に連れて行ってくれるっていう理論あるから。キミ君、パオン、あざす。うん、まあ、これみたいなもんよ。山田ー、パオン、あざす、特命さん、あとで金返せって言わんといてね、パオン。あなたがアラブで石油掘りやったら、その会社が目をブラ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 、お金持ち、オッケー、よっしゃー。うーわ、そうそう、ほんでこのボーナスアイテムなんとかさで、ドンって4個バーンいったら、山田、オッケー、299パン、オッケーよ。はい、マーの人もパンは出す、オッケー。うん、そうそうそう、あい、来たー、グレイトー。あなたがアラブで石油掘りやったら、その会社役名簿に僕の名前の試着も 51% 保有させて、うん、いいとこ決まったらいいね、パン、いい会社決まったらいいね。でもクビになったか気になるけどな、普通クビならへんからな。はい、マーの人は出す、パン、オッケーよ、うまい、おりゃ、そりゃ。はい、サメイちゃん、パオン、ごめん、イチゴあれした、ごめんね、ほんと、うん、ありがとう。はい、匿名さん、パオン渡す、オッケー、いいよ。はい、豚もオッケー、パオン、うまい、止まらねえ。あ、 B の人豚、ありがとう。 B の人豚、オッケー、いいよ。 1×2 は3、オッケー、しゃあ、ええぞ、豚、パオン、オッケー、いいよ。はい、マッスンもパオン、オッケー、いいよ。来てる、イチゴパオン渡す、やばいな。おお、飛ぶ飛ぶ飛ぶ。はい、まっすん、パン、オッケーよ。はい、キミ君もパン、オッケー、うおー、まっすん、パン、オッケーよ、これらい。特命さんもパン、オッケーよ、行こう。うーん、うお、飛ぶ。あ、1×10 は、4、オッケー、しゃあ、10倍オッケー。はい、サメイちゃんも風船ありがとう、いいよ。うーわ、
なんこれ。はい、パワー出す特命さん。はい、まっすぐ 1×10 は 11.2 パワー OK よ。しゃあ。ああ、おら、ほんま。これで何もならんかったらあれやで、叩かれんで、多分。はい、キミ君、パワー出す OK いいよ。はい、イチゴありがとう、パワーいいよ。うお、マーの人。うわ、B の人パワー出す。まっすぐもパワー出す OK。しゃあ、これでガソリン1000円入れれるぜ。OK、パワー出す OK いいよ。うお、なんか、タヌチ君入った。ちさともありがとう、滑り込みパワー OK いいよ。ほんとね、いつか一緒にイチゴ転がそうね、ちさと。OK。しゃあ、これでガソリン1000円入れれるぜ。はい、匿名さんパオーケー。うわ、まあ、あの人、いいよ、ほんと、いつか一緒に、イチゴ転がそうね。オッケー。しゃあ。うわ、パオーアザスオッケー。うお、ユーの人、いいよ。ほんと、ユーの人、いつか一緒に、イチゴ転がそうね。はい、匿名さんパオーケー。うわ、やば、なにこれ、大手の枠みたいになってるやん。うん。アザスパオーケー、いいよ。首の理由はそういうこと？はい、いちごパワーアザスオッケー。そういうことか。首じゃなくて、遺跡って、あー、ほんで断ったんか。そういうことな。はい、左遷か。はい、パワーアザスオッケー。はい、匿名さんパワー。はい、金メガもパワーオッケー。いいよ。うーわ。交換してポイント。はい、ありがとうございます。はい、金メガもありがとう。うーわ。なんこれ。ああ、違反ペイペイな。うん、それは絶対そうやろ。移籍するか。いやうん、条件次第じゃない。ああ、もうポイント抜きたいわ。ああ、抜きて。うん。この放送終わったら絶対ポイント抜こう。はい、サメイちゃん、パオン、ありがとう、ありゃ。うん、ありがとう、サメイ。もう抜きたいな。えぐいな。あ、匿名さん、パオン、アザスオッケー、うまい。まあ、あの人、アザスオッケー。うん、えぐいな。どうなってんねん。あ、花子ありがとう、無理やり。花子ありがとう。えらいことになってんな。山田なら移籍する条件次第かな、条件。うん。とりあえず移籍はしてみて、居心地悪かったらやめる。とりあえず移籍してみて、うん。居心地悪かったらやめる。天一最高！オッケー！ラーメンか、朝から後藤さん。別に何個投げタイムとかないって別に。何もしてない、まっすぐ。はい、パワーまっすぐ OK、いいよ。うん。はい、まあの人もパワーアザス OK。うお。おっちゃ。うん、そうそうそう。いや、一回移籍してみてさ。でもあかんな思ったらやめたらいいやん。でもやめんのもさ、何次決まってからやめた方がええと思うけどな。うん。山田よ、会社作るか。無理じゃ、そんな。無理じゃ。はい、まっすぐパワーアザス。無理だわ。うん。無理だわ。おはよう、今、通勤ラッシュ回避のために、まあ、適当に時間調整してる。で、待ち合わせの時間があるから、一応。うん。うん。はい、豚ありがとう。パン、あざす、オッケー。出た、マナミストーカーズ、また現れたぞ。はい、1×2 は、2、オッケー、当たった。うん。はい、もうの人いいよ、うまい。うお、10個でかいパン、オッケー。うわ、10個はでかい。 B の人ありがとうございます。うわ、 10×5 は57パオーケー。うわ、おーそう、また探偵や、まっすんパオーケーよ。うわ、はい、パオーアザスオッケー。うわ、なうわ、10個パオーアザス。 B の人、うわ、 10×5 は72オッケー、パオーオッケー。なあ、うわ、やば、やば、時間効率めっちゃいい。はい、10個パワー出す、オッケー。うわ、費用対効果、えぐい。おう、なあ、ほんまなあ、NG さんなあ。うわ、10個パワー出す、オッケー。うわ、あっちゃー。はい、10個パワー出す、オッケー。いや、止まらん、これ、爆投げちゃうの。界隈で言う爆投げがちゃうの。うわ、はい、匿名さん10個出す、パワー、オッケー、B の人。うりゃ。うわ、10×5 は 50.2 パワー、オッケー。しゃ。うりゃ。はい、10個パワーオッケー。うおー、やばいやばいやばい。ない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 。うお、すごいすごいすごい、すごいことになったな。なんやこれ。なんだよ。なんやこれ。はい、金メガは100個パワーアザスオッケー。はい、匿名さんパワーマーの人アザスオッケー。あー、助けたい。いや、でも助けられへんで、多分。うん。サイン来た。おお、やった。はい、まっすん5個パオン。キミ君もパオンアザスオッケー。おお、まっすん5個でかい、オッケー。うお、キミ君パオンアザス。キミ君パオンいいよ。いいよ、キミ君うまい。
いやほんまそれな。はい、パワー出す。はい、金メガもここありがとう。2位の人パワー出す、オッケー。俺先生って呼ばれてない呼ばれてない。それ松源さんや。おー、やばい、急にイベラス状態になったやん。これ いつまでやったんやろ、これ。ほんで4ぐらいまでかな。はい、豚パワー出す、オッケー。いいよ、まああの人。うわやば。先生って呼ばれてんの松源さんやから、ちょもらうやん。なんか止まらんな、びっくりしたわ。あ、匿名さん、パオ、あ、そっけ。はい、おはよう、バルーンの人。いいよ、パオン、A の人。今月なんとかな。今月はもう絶対炎上せんとこな、マジで。なんや、これ、クール、20個、チッチ、パオ、お金持ち。クール、オッケー。いいよ、クール。岡山。うわ、なんや、これ。うわ、チッチ、おい、神戸のお金持ち。ほら、やばいな。すごいな、何やねん、ほら。もうポイント抜きたってしゃあないもんな、今な。いやー、お金持ちの人多いっすね。はい、パオ。どんな状態であろうと、20時間以上飼い主が放置は保護対象らしい。え、ペットホテルに入れてるとかは大丈夫やろ多分。あ、大丈夫、大丈夫、大丈夫。いや、伝えてる。それ、とっくに伝えた。昨日の、あの、深夜時間帯に。もう、マニアミ会はもう、やったから。なあ。もう、周りのストーカーも岡山来たらええね。マジで。山田、副業で100万あるけど、本業、ちょ、おい、話変わったぞ。話変わった。今の感じやと、副業で100万あんの？ちょ、すいません。すいません。マジで言ってんの？はい、ワインで KP、ハート隙間ありがとう。キーの人ありがとう。副業で100万あんのやったら、いけるね。たまたま今月だけか。ははは。でもたまたま今月だけ100万円ある副業が、その普段のアベレージ10万以下いうことないやろ。そうか。やんな。じゃなかったらおかしいよな。今から仕事辞めるかもって言って不安なさなか、そんな課金せんよな。思ったわ。ありがとう。よかったわ。心配ならんでよかったわ。はい、ありがとう。三つパオ。ゴシゴシゴシ、オッケー。はい、K の人あらす。アベレージ50万、副業4年間。アベレージ50、年60、な、年600。それにまだ本業、1000万超え。よし、どんどん課金してください。お願いします。バルーンありがとう。マジかよ。誰と会うの？協力者。協力者。あ、おはよう、376、おはよう。協力者に会う、とりあえず。はい、おはよう。あ、そういうことな。でもそんなに稼げんのやったら、もう独アンドリッツしたらええんちゃう、あかんの。焦ってんな、江戸爺さんな。もう全員集合、岡山全員集合、岡山勢全員集合、もう全員集合や。はい、一心さん、KP10 個パン。はい、おはよう。おはよう、特命さん。くくこさん、おはよう。お、ウレティ、久々に見たな。どうや、ウレティ。久々に言っとくか。ドカンと。どうする、ウレティ。売れてるやろ、お前、T シャツ。はい、ピピちゃんもありがとう。369、ブロックしとこうかな、もう。その回終わったからさ。どうする、369。まだ続けないで、ブロックするわ、お前。お金は出したら回るって言われてる。売れてないんか。売れていいからすかさず5000円のアイテムこじったろう思ったけど、じゃあやめとくわ。はい、ありがとう、パン。岡山のランやな。家囲めるぐらい呼ぶの。むちゃくちゃなりそうやけどな。それこそマジで警察来んで。はい、無料アイテムありがとうございます。ありがとうございます。いやいや、そう、少なくないよ。そう、少なくない。十分十分。はい、パオ。十分十分十分。
十分出す。はい、なすびのアホ、山田は手を引きました。引くわけないやん、アホなん言うたら。引くかよ。お前がこのコンテンツにおる限り、永久に俺は引かへんわ。目標言えばやから。はい、よろしくお願いします。受かったらもう本当山ほどお願いします。山ほどお願いします、本当。情報、ちゃ今はもうその回じゃないからやめてくれっつってんの、369。またその回の時でいいから、369。うん。で、続けんにやったらもうブロックする。どうする？ 369 号。もう。あ、うん。あ、助ける助ける、別に、りんちゃん。うん。なんか困ったことあんねやったら。うん。いや、そら、昨日放送終わって、しこしこ運転して今に至るやからな。しかも ろくに睡眠取ってへんからな、間で仮眠配信仮眠配信の連続やったから、疲れてるよね。東京の最後が疲れたわ。帰りもうグダグダやったもんな。りんちゃんシラフだと恥ずかしくて話せない。あー、ほんと、まあ、また今度だよね。あ、そうね。あ、知らんかった。それもわかんねえや。はい、村屋でも今日はもうちょっとホテルでゆっくり睡眠取ろうと思ったね。うん、夜はな、夜は。いや、でもわからんで、どうもつれ込んでくるかわからんからな。ゾッとしてきたぜ。出発する前もう一回日焼け止め塗っとこう。ああ、会社1位やったから、いい。悔しいか。パンを出す。あ、アシュラさんもありがとう。パン OK。 しゃあ、いいぞ。うわ、いや、俺家で雑談しときたいねんけどあ、まっすん2個パワー出す。ゴシゴシ、オッケー、いいよ、オッケー。うん、まああと1時間したら出発しよう。1時間じゃないか、9時半から40分。いやいや、あ、うん、岡山のラブホやと思う、多分ラブホ。ね、まあ、ね、仮眠は取ったけど寝てはないな、ちゃんとは。E の人33個、33倍のやつ OK。 いいよ。お、 E の人もっと行っちゃおうぜ、それ。うん、ワンちゃん行こうぜ。ワンダフル行かへん、 E の人行かん。甘い。少しですが、はい、そんなことない。パオン、ありがとう。1個で十分。はい、 A の人アザス OK。 うん、イキリストリスナー、ありがとう。はい、あー、パオンアザス OK。 あー、 OKOKOK。 うん、 あなた拾いに行ったろか、どっかまで。うん、あなた俺のことフォローしてくれたら拾いに行ったんで。うん、うん、あんたまず拾ったのか、そしたら。うん、拾いに行ったんぞ。まず俺をフォローしてくれ、 NG。 うん、無理か。うん、拾いに行ったんぞ。うわ、3つアザスパオ、ゴシゴシゴシ。 TikTok 終わってからすぐ寝れるわけないじゃん。なんやかんややってたからな。TikTok 終わって洗濯物をコインランドリーに突っ込んで、で、ちょっと岡山行く準備して、何しててやったっけ。うん、すぐ寝てるわけないやん。東京から帰ってきたてほやほややで。あ、お前な、公開しとくわ、それ。あ、フォローした、OK。じゃあ俺もフォロー返しとくわ、君。うん、OK。まあ、どうせ現地付近で俺放送つくから。え、そっか、自撮り棒持ってくれへん、無理あ、シュウさんおはよう。パンオッケー。山田今日はもう夜まで多分寝られへんと思う。活動日中にしかできへんから。え、今から犬を不憫に思ってる方集合。それともう一人多分追加で増えた。うん、いや、ちゃうやん、もう無理やん。埼玉におる時点で、うん、証拠隠滅できひんやん。うん、どうやってすんの今。あれ、関係者各社に電話かけまくって、犬家から持ち出してくれとか言うてんの、多分。うん、そうか、そういうことか。山田ぐらい待機時間増やすわ、仕事。いや、ほんまな。パン、私頼むで、R の人。頼ませ。頼ませ。無料アイテムありがとうございます。まあ、せやな、多分必死やろな。いろんなとこに電話かけまくってるやろ。女とコラボばっかりじゃん。
そんなことないよ、男ともコラボしてますやん俺。たかしとか中村とかゼロワンとか、うん、してますやん男とも、うん、でもなんか向こうから言ってきてくれるのが女の人多いっていうだけでさ、別に自分から食い気味で言ってないじゃん言うて、うん、でイケアプリはちょっと別に俺はそんなつもりないよ、別にないよ、うん、岡山来て女ばっかりってどういうこと、どういうこと、女関係ないやん、そこに性別関係あるか、性別関係あんのか、うん、みんな犬のことを思って集まる人たちばっかりやねんやのに、そこに性別関係あんのか、あ、せやね、ゆうじさん、犬を誰かに家から連れ出してもらう段取りできたら、でもそれやったらそれでさ、ちゃんと見てくれる人ができるわけやからさ、集まったってな、いや何もできひんとは限らへんぞ、そんなもんやってみな分からんからな、うん、承認欲求強めばかりな、リスナーばっかりですかっていう、お前のように承認欲求高いやつもおるやんお前のそれは承認欲求ちゃうんか、サーチなら、お前ブーメランやぞ、誰もそんなこと言ってない中お前がそうやって言うってことは、お前が承認欲求高いってことになっちゃうけど、いけるか、うん、だって一人だけ逆張りしてんねんから、うん、ちゃうん、そんなん言ってんのお前だけやん、うん、投げたブーメランがお前の頭に突き刺さってんぞ、あーうん、おるみたい、うん、うん、おはよう、うん、もうほぼ岡山、うん、はい、アカウントは守ります、ヤバなったら外部特区行きます、パオン、あざす、うん、はい、無料やってもあざす、はい、お疲れ様です、うん、炎上ニュースまでには仕上げたいな、うん、炎上ニュースまでには、はい、ありがとうございます、女女って飽きてきたわ、ここはちょ飽きてんやったら見んかったやん、さ、アホなお前お前アホなんか、飽きてんやったら見んでいいやん、飽きてんのに見てるっていう矛盾やぞお前、今矛盾だわ、ブーメランだわお前、うん、ワンダフルは無理、パオーン、オッケー、デカデカ花火、ほんとね、いつか一緒に、うん、スペシャルスターを見ようね、うん、はい、無料ばらまいていってください、オッケー、いいよ、あ、ワンダフルは無理か、ありがとうございます、本当ありがとうございます、え、山田見に来てるのに女女リスナーがデジャバリしてきたら面白くないですっていう女リスナーやろ、お前もスペシャルスターってどこで見れるの、うーん、岡山、うん、って言ってるお前も女やろ、ちゃうんか、山田見てたら元気もらえる、ありがとうパオー、特別さん、オッケー、よっしゃー、あ、みゆきもおはよう、よっしゃー、オッケー、ほんとね、いつか一緒に淀川で花火見ようね、ありがとう、オッケー、そりゃそりゃ、おお、そうそうそう、し柴田がうるさいね今一人、おぶっちぎり柴田がうるさい、なんかブーブー言うてんね、山田くん誕生日ちゃうで俺、あ、行ってらっしゃい、 5×5 は28、 OK、 パオン、 OK、 いいよ、行ってらっしゃい、頑張ってね、雨の人、うん、行ってらっしゃい、頑張ってね、うん、頑張って、はい、匿名さん5個パオン、あざす、 OK、 いいよいいよ、新しい人、 OK、 うん、まあモテてしゃあないよな、うん、うん、モテてしゃあないわ、これでやってんねんからええやんな、悪態つかんでも、ブー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 、あ、よかった、フォローしといてください、なんと僕からの相互フォロー2万人で終わるんで、はい、今お求めやすいですよ奥さん、うん、何もなくても、何もなくても、あの、僕からフォロー返ってくるんで、よかったらどんどんフォローしといてください、
はい、2×5 は11 OK、 パン OK、 今なら無料でフォローバック返ってくるんで、うん、あれあみゆきパン、あなたがアラブで石油を掘り合ったらその会社役員名簿に僕の名前の数社株 51% 保有させてよ、金持ち OK、 よっしゃー頑張る、うん、今日も一日頑張ります、 OK、 うん、あステッカーそういえばちょっと持ってきてるけどな、うん、10枚ぐらい、いや大丈夫やろ、なんで2万で止めるの、え、どういうこと、2万で止めるってどういうこと、はい、5個アザスパオ、ゴシゴシゴシ、オッケー、いいよ5個、新しい人アザス、オッケー、いいよ、うまい、せやな、今回のイチゴ凝ってんな、あ、おはよう、無料アイテムありがとう、うん、P、うん、はい、サメイちゃんありがとう、入ってるからパオ、はい、みゆきちゃんもありがとう、パオン、いいよ、あ、2万、あ、なんでって、いや、もう外してる人とかの解除とかがもうめんどくさいから2万人が限界や、はい、ドレミパオン、はじめまして、いいよ、よろしく、よかったらフォローしといてください、後で返しとくんで、うんうん、あ、おはようございます、401号さん、おはよう、おはよう、401号さん、おはよう、ドレミいいぞ、奏でていこう、うん、ファソーラシドーまで奏でていこう、あ、よかったらあのフォローしといてください、うん、いや俺タケポンの連絡先わからんからちょっとな共通の知人返してみるわ一回、うん、はい、みゆきありがとう、パンオンアザスオッケー、いいよ、匿名さんもパンオンオッケー、いいよ、うん、共通の知人を返してみるわ、そしたらシュウさんパンオンオッケー、はい、匿名さんパンオン OK よ、えで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 、 R の人も、はい、シュウさんもパンオン OK、 うおぉ、ちょ、ポイント抜きたい、はい、知恵パンオン OK よ、おはよう匿名さん、素敵な朝だね、パンオン、あなたが R で席を掘り合ったら総会社券名簿、僕の名前の出荷 51% 保証させる、お金持ち OK、 おはよう、おりゃマジかよ、匿名さんやば、ありがとうございます社長、はい、アダスパンオッケー、いいよ、はい、パンオッケー、いいよ、オッケー、いいよ、止まらん、知恵パンオアダスオッケー、いいよ、匿名さん、おー、今日どうなってんねん、パンオアダス、はい、ちさともパンオアダスオッケー、止まらねー、はい、サメイちゃんパンオッケー、いいよ、止まらねー、やばいな、どうなってんの、アイテム欄バグってるやん、あー、エフェクトが追いつかへん、ちょ待って、一個飛ばしたな、これ誰や、あ、みゆきありがとう、パンオン、はい、匿名さんパンオン OK、 いいよ、いいよ、 R の人いいよ、はい、ちさともパンオンアザス OK、 うおーよよ、おお、ちえちゃんもいいよ、パンオン、はい、匿名さんもパンオン OK、 いいよ、止まらない、あ、シュウさんパンオン、うお、どうなってんの、すごいな、あ、いちご飴3つパンオン、ゴシゴシ OK、 いいよ、はい、ショートケーキパンオンアザス OK、おー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 、うわー、すごいな、すごいなってんな、ポイント抜きて、はい、匿名さんパオアザスオッケー、あららららら、はい、いちご3つパオアザスオッケー、やった、今日多分ホテル泊まれる、車で寝やんでも済む、うん、ギリ済む、あ、ステッカー置いとくし、もうなんぼでも増販するから、うん、大丈夫やで、欲しい人には絶対行き渡るわ、はい、2個、パオンアザス、ゴシゴシ、オッケー。はい、シュウさんも1個2個、パオンアザス、ゴシゴシ、オッケー、いいよ。ええで。あー、止まらねえな。はい、みゆき、5個、パオン、ゴシゴシ、オッケー。しゃあ。いや、えらい。山田、ステッカー送って、うん、返信用封筒送ってくれたら、それに突っ込むから。はい、10個、パオンアザス、オッケー、ゴシゴシ、オッケー。はい、安全運転でね、 C の人ここパンをゴシゴシ、あ、ドレミちゃんフォローありがとう、後で返しとくね、ちゃんと、あ、みゆきもパンを渡す、はい、匿名さんパン、うおー、マジイベント最終日っすか今日、おー、えらいことなってんな、はい、5個パンを渡す、ゴシゴシ、おい、マジかよ、 R の人渡す、 OK、 はい、みゆきもありがとう、パンを渡す、うわ、白馬さん10個パンを渡す、ゴシゴシ、 OK、 いちごミルクも18個パンを渡す、 OK、 おりや、あー、来た来た来た、ゼロリスおった一人、はい、ちさとありがとう、パンオッケー、10個パンオアザスオッケー、匿名さん、 R の人アザス、はい、みゆきも 2×5 は12、3、パンオッケー、12パンオッケー、いいよ、
あーすごいな、どれぐらいことやってんな。車の中めっちゃ暑いな。さあ、はい、みゆきにこパオあざす、ゴシゴシ、オッケー。お金持ちではない、お金持ちはちゃうよ、それはまた話しちゃうよ。これマウ君にあげたけどな、この芸な。マウ君今バンやけど。はい、プリンちゃんいいね2個ありがとう。いいよプリンちゃん。あ、コメ欄下、あ、見てない見てない。うん、まだいい加減貧乏芸やめよう、だから大手って言われん。うん、ちょっと大手じゃないもん、ちゃうもん。あ、白馬さんパオン3つあざす、オッケー、いいよ。ゼロリスありがとうございます、3つゼロリスさんありがとうございます。はい、サメイちゃんありがとう、パオンオッケー、いいよ。うん、白馬さんナイス。チオポの連絡先わからん、なんか DM かなんかで送ってくれたらな、うん、あれやけどな、うん、ステッカーちょっともうちょっと増版するか、うん、めっちゃ知らん間に人増えてんな、うん、めっちゃ人増えてるやん、今日平日やろ、すごいな、知らん間に駐車場満タンになったわ、うん、あれまだまたボーナス入ってる、なんでやこれ。あ、マオ君バン、なんかホテルでやらかしてバンらしい、1週間なんか備品分投げたかなんかやろ、うん、はい、みゆき2個パオン、ありがとう、オッケー。はい、匿名さんもパオン、いいよ。 M の人いいよ。え、だからステッカーについてちゃんと説明するで、僕の家に各々で返信用封筒に封筒を入れて送ってください、わかる、封筒の中に封筒を入れて、わかる、封筒の中にみんなの住所と名前とか書いた封筒を入れて、ちゃんと切って貼ってな、で俺がそれにステッカー入れてポストに突っ込むだけでいい状態を演出してくれたら、うん、会いに来れない人は、うん、会いに来れない人はその方法でお願いします。もう住所とか一人ずつ書いてられへんから、住所書かなあかん。今少し通話できる、誰ですか、誰と通話すか、うん、あ、顔が好きやろみゆき、うん、そう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 、あ、まあノリとかは別にええけど、うん、うん、そう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 、ノリとかはもうセロハンテープでピッて貼るか、うん、まあ領収書貼るノリとかもあるし別に、うん、そんなんはええねんけど、返信用封筒におのおのの住所氏名年齢でちゃんと届く切って貼ってくれて、でそれにステッカー突っ込んでポストに突っ込むんで、はい、あ、送った、ありがとう、ミーの人パンを渡す、オッケー。いやいや、デイリーとかマンスリーとかそんなあんま気にしてない、そんなん気にしてんかあれやけど、あ、そうか、年齢はいらんわ、ごめんごめん、年齢はいらん、すまんすまんすまん、年齢はいらんわ、ごめんなさい、あれを塗り代わりにせえへんわ、ね、ごめんなさい、年齢はいらないです、はい、ただ氏名とか適当やったらそれ届かへん場合あるから、そっちね、うん、今岡山、うんうん、そうそうそう、ちゃんと住所と名前書いてもらって、うん、もうもしかしたら電話番号も入れてる方がええかも、より確実やわな。はい、 5×5 は 17.3 パオッケー、ハートの人ありがとう、ほんと、うん、顔写真は自信ある人だけで、うわ、また倍来た、ハートの人 5×5 は 13.7 パンオッケー、3サイズもまあ自信ある人はつけといてください、はい、うん、まだ金タヌいかん、もうどんどんいっちゃえ、どんどんいっちゃえ、うん、どんどんいって金タヌになっちゃえ、はい、村屋とございます。まあアカウント名ある方が、うん、それはもう確実よね、あ、部長山田で届く、うん、もうもちろん部長山田でも届く、うん、フーエホあれやろな、焦りまくって鬼いろんなとこに鬼伝しまくってんねやろな、言うたらな、あ、電話かかってきた、ちょ待って、関係者から電話かかってきたわ、はい、パオ、あ、関係者から電話かかってきた、あ、分かってる分かってる、まあ他の登場人物も顔出し NG やから、ちなみに、うん、まあでも不意に映ってまう可能性あるから、まあマスクとかサングラスあんねやったらより確実、うん、
どういうこと？これこの人に電話したらいいの？今かかってきてるわ。一回かけます。関係者です。はい、お疲れ様です。おはよう。おはようございます。あのさ、はい、あれよ、タカポン、あ、声がめっちゃ聞こえてるわ。うん、声めっちゃ聞こえてるね。いやいや、この野郎。あ、すいません、配信中なんで。はい、いいのこれ。あ、いいよ別に。だってあれやん。あ、ええ、うん、あさ、タカポンが、うん、まあ、両方見ようんだけど、うん、つよぽんの連絡先を知りたいんだったら、うん、教えるよって。あ、ほんまに？じゃあ聞いといてくれへん？誰か。私が聞くの、うん、いや、山田くん、たかぽんは、うん、山田くんが、うん、知りたいんだったら教えるし、協力するよって。あ、ほんまに？お、じゃあ聞いといてくれへん？うん、ナスが、うん、口座、うん、その口座、振り込む口座、うん、あれも知っとるって、スクショ持っとるって。うん、俺も持ってる、それは。うん、持っとる？番号がわからんだっけ？番号もわかってるよ、俺、口座の。ただ電話番号だけわからへんから。携帯番号よ、携帯番号。あ、そうそう、携帯番号はわからへんから、聞いといて、そしたら。いや、それは多分私からだったらちょっと微妙じゃない？ああ、ほんまに？うん。うん。いや、あれだったらコラボしてみたら？うん。いや、イヤホン持ってきてないね。マジか。うん、持ってきてないね。うん。誰か、あ、うん、聞いて。うん、NG さん。だ、多分な、共通のリスナーさん一人か二人おるからさ、うん、うん、図体でいいと思う。うん。うん、うち、だって、タカポンさんとは、つながってないからさ。あ、オッケーオッケー。一人おるから、うん。おる？その人にお願いしとくわ。うん、うん。まあ、でも最悪あれやろ、ナスビ、タカポン呼ぶって言って、あ、タカポンじゃないわ、ツヨポンそこに呼ぶって言っててやろ。それは一部いいんじゃない？うん。もし呼ぶんならよ。あ、そうそう、呼ぶって言ってたで。うん。うん、一番いいと思う、おった方が。うん、でも、もしおらんかった場合のことがあるけん。うん。うん。番号一応知っとった方がいいんじゃないかなと思って。ああ、まあ、せやな。それはちょっとあれしようか。うん。うん。誰かにお願いするわ。うん。うん、誰かにお願いするわ。そうだよ。うん。うん。誰かに、うん、うん、誰かに、そこ、うん、うん、お願いするわ。了解、了解。ほんじゃ、まあ、10時過ぎ？うん、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 10時過ぎで大丈夫。うん。まあ、うん、遅くても11時までには付近の駐車場におるようにするわ。OK？OK、OK？ 連絡する。はい、了解です。OK、じゃあ、お願いします。お願いします。で、もう一人登場人物増えるから、はい、うん。OK、うん。今日、協力者。うん。オッケー。はい。わかった。はい。はーい。はい。どうした？うん。まあ、ついてからでもえっしょ。うん、ついてからでも。あれ、またかかってきた。なんてや。はいはい、またかかってきたで。あれ、切れた。何やそれ。よっしゃ。あ、うん、聞いて。で、可能やったら、もうここに NG って書いてくれてもええわ。うん。あ、え、来ました。おお。あ、また関係者の人来た。トランプさん来たわ。うん、それ NG やで。うん、184 NG です。トランプさん来た、今度。トランプさんが来てくれ。もう生垢でコメント書いていいっすよ、トランプさん。俺んとこは。うん。生垢で書いていいっすよ。トランプさん来てくれたわ。生垢でコメント書いていいっすよ。トランプさん。これ多分そうやろ。もう僕岡山おるんで、今日もボロクソ言われてました、トランプさん。OK です。一応今日もあの人の家の大家さんと直接コンタクト取るんですよ、トランプさん。あ、会えます？極論、会えます？会えます？あ、ちょっと忙しいかな、トランプさん。
本日、まあ、今日じゃなくても別にもう一泊おるんで僕、別にちょっと時間あればちょっと配信もされてるって聞いてるんで、あ、今福岡なんか岡山におらんのか、そうか、いや、トランプさん男の人や、男の人や、あ、岡山にいてます、オッケーです。まあこの枠では僕まだ居場所多分バチンと告知せえへんすけど、どうしようかな、まあ、場所分かるようにしますわ、もう勝手に来てくれたらいいです、勝手に、うん、僕の連絡先分かります、トランプさん分からんか、あのサーから始まるあの社長さんにもう連絡先聞いといてもらってもいいですわ、あ、そう NG 強ぽん、うん、はい、DM でもいいし、もうあれやったらサーから始まるその社長さん つながってんやったら LINE でも何でも聞いといていいっすよ、僕の DM 送っといてくれます、DM 送っといてくれます、ちょっと387ももうブロックするぞ、ええか、そのリスナーさん系は叩くな、俺のことはええけど、387イエローカードな、あ、トランプさん俺 X に何 QR コード載ってるっすわ、そういえば、あのトランプですって LINE 入れとってくれたら返事できるんで、今思ったわ、忘れてた、僕 X DM じゃなくて LINE の QR コード載っけてるんですよ僕、うん、始まった、風営法、はい、でもうトランプですって入れといてくれたら、うん、あ、りっちゃんありがとう、しゃあ続々と集まってくんぞ、おれい、おれ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 、行くぜ、あ、アイテムいらんって言ってた、出た、無限カラオケ入りました、うん、で多分集合場所がまあその人の家付近になると思います、一応、やばいな、ドラクエやな、これで4人目やな、はい、3つパワーザソッケー、いいよ乙女さん、風の人ありがとうございます、風の人ありがとう、オッケーオッケー、トランプさんも来た、もうドラクエなってきたなマジでドラクエなってきたな、はい、匿名さんパオンアザソッケー、いいよ、あの人あらす、はい、任しといてください、うん、少なくても何個かはめくれ、ちゃんとソース込みでめくれること出てくると思うわ、また、うんうん、おー、やったるわ俺が、ああ、オッケーオッケーオッケー、今からダンジョン行く、今からダンジョン攻めに行くぞ、言うたら、あれまた電話かかってきた、はいよ、あのトランプさん、タカポンが、はい、トランプさんに教えとって、うん、ありがとうございます、とお伝えください、タカポンさんに、はい、クール、500渡す、オッケー、うん、ありがとうございますって深々と頭下げていたと一歩入れておいてください、オッケー、分かった、はい、おトランプさんってことはもうトランプさんから多分 LINE 追加来るから、うん、トランプさんと山田は家の前に行っただけで現行犯で捕まるかどうか試そうぜ、そしたら、しかも家の前に行っただけで、いや大丈夫やな、うん、大丈夫やな、うん、大丈夫、それは現行犯で捕まらへん、うん、大丈夫、家の前に来たら警察とかリスナーに連絡して、オッケーオッケーオッケー、いや大丈夫、家の前にはまず行かんから、うん、もう集合場所があるから、うん、そっからやで、俺トランプさんも会うからな、で強ぽんも連絡先聞いたから会うからな、うん、もう全部会うからな、全部やるからな、うん、いとこに頼んだ、うん、山田は警察から通告がある、うん、じゃあ通告あるまで待ってたらええやん、うん、あと俺が知る限りやけど、その人の血縁関係
全般ご兄弟含むご子族縁切られてるはずやったからな、確か、うん、いとこがそういうことを協力するとは思われへん。でいとこがそういうことに協力する側の人間やったらもう登場してきてるからとっくにって考えたら絶対ない、うん、絶対にない。うん、思った。そんなんもう付け焼き場が付け焼き場やろ。あーオッケーオッケーオッケー、あー付け焼き場が過ぎる。うん、うん、家主に電話するって言って切ったしたらええやん別に、うん、その滞納してる。あーうん、登場しよう登場しよう、心配やねやろ、登場しよう、うん、登場しようぜ。家主にニューパを話す。もう何言ってるか分からなくなってる。親戚も近所にいんねやろ。じゃ別に来たらええやん別に。俺らなんか悪いことしてる。有給は取るな二八さん、仕事せえ。しかもさ、何もやで、何にも困ることない、世に出てきて困ることないんやったらそんな焦らんでええやん別に。逆に俺がさ、あの、お前の身の潔白を証明したるんやで、言うたら、うん、お前が言ってることに何ら矛盾、乖離がないんやったら、わかる？うん、何も騒がんでいいやん。うん、うん、言っても無駄やで、みたいな。全部ちゃんとやってるからって、堂々としてたらええんじゃない？うん。ちゃうの？風営法さん。うん。なあ。ちゃうんか？なんかお前、あれやろ、聞かれたら不都合なことあるからやろ？遠のけよ遠のけよ、うん、最初はヤクザ匂わしたり、うん、警察言うてみたり、うん、で次枠ついたら弁護士言うで、多分アホやから。はい、3つパオーあざす、ゴシゴシゴシ、オッケー、まあまあの人はマサーシ、オッケー、うん、であれやろ、お前の元彼だかなんだかトランプさんと俺もつながってもうたし、そら大慌てやろ、ほら言われたくないこといっぱい言われんぞ多分、うん、ちゃうか、ちゃうんか、うりゃ、うん、いやもうおらんやろさすがに。だから君がそもそもちゃんと犬の世話してたら問題ないねんって。家帰れよとりあえず、うん、家帰ればええねんって、ちゃんとで犬世話すればええねん。はい、クールパーンアザス、ゴシゴシゴシ、もう放送なんかしてんとさ、な、放送なんかしてんと家帰ればええねんって。うん、帰ればええやん、うん、その犬の件で騒がれてんねんから。あー、花火ありがとう、パオンアザス、オッケーオッケー、風の人5個パオンアザス、ゴシゴシ、花火もいいよ、ほんとアザス、家帰ればええねん、うん、さっき帰るって言っててからさ、その足で帰ってりゃ済んでてん、言うたら、うん、三井のリパークの金も払えよ、お前1円も払わんとよ、うん、マジでよ。なんでお前さ、無人で電気止まってる家に犬放置してカラオケ歌ってんねんな、お前。それがやばいねんって。あ、おはよう、3つパオン出す、ゴシゴシゴシ、オッケー。うん。うん。あと、周りにおるやつも言えよ。うん。それ何、豚犬だかなんだか、名前知らんけどさ、ちゃんと。認知の外やけど、一応愛犬家やねんからさ、うん、家ほったらかしにしてんねんやったら帰れぐらい言えよ。はい、パオン出す。はい、パオンアザス、オッケー、うん、 M の人アザス、オッケー、はい、 K の人パオンアザス、オッケー。でカラオケ行く金あんねやったらな、一応犬病気して首パンパンなってんねんから病院連れて行けよ一応、うん、もう やってることがな全部鬼よな、うん、あ、延長代にってありがとうございます、うん、ありがとうございます、延長代ありがとうございます、ありがとうございます。いやいや、マジやで、マジやで、うん、あいつやばいで、結構、うん、うん、おい、電話したらいいやん、別に電話しようが何しようが俺が会いに行くのは確定やからな、うん、最悪俺じゃなくてももう協力者4人もおるからな、現地集合で、うん、誰かしらは行くぞ、絶対。はい、犬を誘いながら、あー、リーの人パワーザス、オッケー。いや、無理無理無理、多分そいつに今それできるあれがないと思う。あ、LINE しました、トランプさん、ありがとうございます。あ、来た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 、ありがとうございます。
トランプさん、ありがとうございます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 。トランプさん、もんでもし会えんやったら会いましょうか。うん、そいつちょっとマジで成敗しましょう。うん、そいつマジで成敗しましょう。うん、悪すぎるわ、マルセイユの悪道やわ。あ、俺解除した方がいいんか、ごめん、すまん。ちょ、俺最初にされてたからな、タカポンに。え、ちょ待てよ、解除しとくわ、ごめん。俺がされてたからしてて、タカポン、タカポンか。しゅん、なんでされてたかじゃない、最初だってあれやん、風営法と一緒になって俺の悪口言いまくっててブロックされてたやん。ちょ待ってや、解除しとくわ。はい、解除しました。はい、解除しました。はい。俺が最初にされててん。そうや。うん。あ、解除しました。はい。トランプさん、成敗しましょう。うん。そいつの悪事を世に明るみにして、うん。で、正義のヒーローをぶって、リスナーさんからいっぱいアイテムもらいましょう、俺が。正義を気取ってアイテムもらいましょう。うん、うん、そう、正義を気取ってアイテムもらいましょう、正義ずらして。うん、うん、そう、山田よくやったって言ってアイテムもらえるように頑張りましょう。あ、ニューパオン、あざす、すいません、これ職業なんで許してください。はい、5個あざす、パオン、ゴシゴシゴシ、オッケー、いいよ、ニューの人もナイスやで。うん、まあこれ最初から言ってるけど、悪対悪の戦いやから。うん、あの、間違ってもあの正義やと思うのよ、悪対悪やから、これ。あ、それでこそアバラパワー出す、あなたがアルバで石油掘り合ったら、その会社役名簿で僕の名前の出社株 51% おめでとう、ダスティック、ダスティック、オッケー、お金持ち。うん、そうそうそう、ほんまの正義の人は配信も回さんと、ちゃんとあの裏で動く人です。はい、うん、そうそう、もう配信やってる時点でなんで、はい、うん、はい、悪対悪です。はい、はい、気をつけます、パオン、あざす、成敗したら飛ぶ、うわ、おーい、そそるね。でも赤番だけマジで気ぃつけない。あー、ありがとうございます、タカポン社長、ありがとうございます、グレイト、ありがとうございます、タカポンさん、これタカポンさんやも、ありがとうございます、もうこれからは仲良くしてください、ほんとお願いします。うん、はい、逆張りしないでください。はい、ムフフ、パオンあざす、オッケー、はい、あざす、こうちゃん、パオンあざす。うん、いや、それはな、一応配信してる人やから、名前は言っちゃいます。はい、タカポンさん、ありがとうございます、いただきます。うん、はい、サメイちゃん、パオンあざす、全員集合じゃー、マジで、ドラクエじゃー、行くぞ、ほんま。まずでも一番最初に確認せなあかんのは電気のメーターや、うん、そこからや、うん、電気のメーターから確認しに行くか、うん、でその次大家、うん、その次大家、はい、いちご3つ、パオン、あざす、オッケー、その次大家、うん、大家は行くで、可能やったら家賃の滞納あるかどうか聞いて、うん、そうそう、じゃあ配信してる僕のお友達なんで1ヶ月分僕が払いますとか言うたら何でも情報出してくれんで、多分。すいません、僕のお友達が迷惑かけてっつって、せめてあの、あー、いいよ、あもう分かる、なんか LINE 追加しといて、 NG さん LINE 追加しといて、僕のお友達が迷惑かけて、ちょっと謝礼渡すんで、謝礼渡すんで、ちょっと根掘り葉掘り聞かせてもらってもよろしいですかみたいな、で可能やったらあの大家さん権限で犬の餌だけあげてきてあげてもらっていいですかとか、なんか そんなんでもええやん、別に最悪、うん、だからそれ前の家やろ、裁判になってんのって、前の家の家賃踏み倒して飛んでるから、あの何、簡易裁判所からの出廷命令かかってんねやろ、ちゃうの。あー、いえいえ、そんな478構いません。え、どういうこと、あそこの、え、じゃ例えばあそこ、そこの家借りたいんですでもええんちゃう、うん、ここの家2ヶ月だけ貸してほしいんですよとかでもいいんちゃう、うん、
えば、まあ何でもええやん別に言っていくの、うん、一応1万円ぐらいは包むから俺、うん、1万円ぐらいは、うん、大家さんにあの手ぶらで行かないんで、うん、LINEX に貼ってる固定ツイート、うん、ああありがとうございます、無料アイテム、ああメガホンもありがとうございます、うん、悪対悪の頂上決戦や言うたら、うんうん、今日どっちかのアカウントバンになるな多分な、向こうかこっちか、うん、はい、10個渡すパオン、 5×10 は55パオン OK よ、うん、ああいやいやいいよ、タカボンさん金銭でも、うん、金銭でいいっすよそんな、ありがとうございます、うん、お手柄ですよ、うん、はい、タカポンさんからパンを渡す、オッケー、いいよ、お手柄ですよ、うん、あ、そうそうそう、うん、まあ、1万は、いや、現金も持っていくも、現金でええちゃうか、現金やらしいか、うん、あの、ちょっと取材させてもらったら謝礼包むんでみたいな、うん、でええんちゃうの、山田の切り替えの速さ見習いたい。ああ、俺な、まあ、いやね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 、今日はもうこのまま行く。いや、現金でいい、現金でいい。うん。いや、現金でいい、現金でいい。よし。じゃあ、一回放送終わるわ。一回放送終わるわ。うん。一回放送終わるわ。1時間やろ ?1 時間5分やろ、まあ、いっか。一回放送終わるわ。うん、一回放送終わる。うん、で、現着と同時に放送つけるわ。それでいこう。うん。せやな。うん。せやな。あの方がいいかなと思って。俺一人やったらな、別にな、どうでもええねんけど。あの、何?顔バレしたくない人らで結成されてるから。うん。で、登場人物もう2人増えたから、うん、その間にちょっとあの何業務連絡しつつ、うん、集合場所時間、うんうん、いや、移動はもう一旦放送やめとく、うん、一回放送やめとく、居場所つかまれたくないもん向こうに、うん、おだからもう投げた、あさめちゃんパオン、ありがとう、いやそんなそんなそんなあれですよ、そんなあれですよ、そんなみんなが思ってるほど、はい、そんなまあまあいいですけど、はい、いや何もないて、あ、もうそれは言った、うん、そうそう、で関係ない人来る可能性もあるから、顔バレしたくない、極度に顔バレあれやったら、うん、マスク、サングラス、うん、あった方がいいよって、あ、違う、それはそうそう、38なんで、もちろんそう、もちろんそう、あー、パオーアナス、オッケー、いいよ、オッケー、ちっちゃいナイス、オッケー、アイテム欄、えぐいことなってんな。えぐいわ。えぐいわ。久しぶりにえぐいわ。イベラスよりえぐいわ。なんやったら。まあ、とりあえずポイント。